ボードゲームデザインの最終回です。じゃあちょっとマイクをそちらの方に。あ、すいません、すいません。はい、はい、で最終回ということで今回は、前回積み残していたマイクスリンカーの、デベロップメントの記事とそれから、デベロップメントの残りの1記事とあとは、プレゼンテーションという最後の第4章の、最初の1記事だけを取り上げます。残りあと残りの記事が、3つやって取り上げてないんですけどそれはもう本当に具体的なというか細かいなんかメソッドとかの話なのであんまりこの回にはやってもしょうがないなということで省略をします。それでは今日は3記事です。1つ目マイクスリンカーの、正確なルールを書くです、ね。ルールライティング の、あのアンチパターンを取り上げてそれをそこからこう10個あの教訓というかこうポイントとして取り上げ出しているという記事です。で、まあ、前回のレジュメですね。これは前回のレジュメになるの で、1つ目ですね。まずじゃあ順番に10個の項目いきます。1、中途半端な専門用語を使うな。物はありのままの姿で呼ぶべきでそれによって人々は見ただけでそんなを記憶できる。で、サイコロは例えばサイコロはサイコロと呼ぶべきで他の名前をつけては理解を曖昧にする。これであのダメなパターンとして何が上がってるかっていうと、うんうん、六角形のことをスクエアと呼ぶなっていう。あ、それはなんか、まあ、そういうことなんですか。そういうなんかそういうレベルです。それはいやそうなんです。でも実際するからっていう。いや確かに、ね、ないとは言わない。そういうケースってそう、うん、あります。なんかそういうそれは六角形をヘックス呼ぶのではなくて、ではなくて六角形をスクエアと呼んで、今四角形をヘックス呼ぶようなもんなんです。そうなんか今なんか見えて完全にスルーしちゃったんですけど、よくないですね。違うんですよね。そう一瞬騙されるじゃないですか。違うんですよ。いやなんかそうあのそ、六角形の一つのマスのことをなんかこう闘技場と呼ぶのがそういうようなあのニュアンスなのかなと。ではない。それ以前の問題です。まあ、それはなんか中途半端な専門用語ですが間違っている。そもそも間違ってるんですよ。多分そのスクエアっていうのはなんていうの、あの広場とかそんな意味合いも込めて使っているような気がするんですよね、その場合は。だけどそのスクエアという言葉はそもそも四角という意味があるからそこはないっていうことだと思いますね。まあそれはそうだけど、うん、でもそれ以前それはダメです、うん、かなりすごい例なんですけど。で他にもいろんな表現ができるスペース、ヘックスとかスペースとかゾーンとか呼べるけれどもどんな状況においてもスクエアと呼べるはずがない。ヘックスはいいんですかね。まあもうちょっと、あ、でももうちょっとさっきあの言ったような微妙な例もあって、それは例えばあの二重面体サイコロのことを例えばあのサンダーストライカーとかブレーカーとか呼ぶなっていうことはあります。そういうやつですよね、はい、一般的な印象、はい、ここの専門用語というのはゲーム内用語ということです。個別ゲーム内用語ということで、例えば取り手でリールとか、うん、あのそういうことは言っていいというだと思います。はい、そうです、そうです、ね、ゲーム個別の専門用語ということだと思います。それがあのキャットインザボックスの新版ルール読みましたけど、そういうことは全然使ってなかったですね。だむしろすげえこっちにとっては分かりづらかった。辛いですね、あのルールは。ああなるほど。はい、あのキャットインザボックスの日本語版は相当あの説明書が読みにくいなと自分も読みにくいです、はい、で、あのしかもそれであれ一応あの不確定なりじゃない、あのシュレーディンガーの猫だから、はい、なんか観測とか入れたんだよ、はいはい、余計分かりづらい。そうなんです。観測したらこうなります。あれせっかくいいゲームなんね、もったいないね。でそれはなんかちょっと話がずれるかもしれませんけど、それはなんかあのフレーバー付けがちょっとフレーバーというかテーマが分かりにくいからだと思うんですよね。はいはいはい、逆に私はトリックテイキングの用語を使った方がずっと分かりやすいと思います。どうだ、いやそう思います、そう思います。用語を解説してからそうそうだね、いいような気がするけど、まあ分かってるものはあるかもしれない。あ、まあ確かにね、そう言われると何とも言えないね。まあトリックテイキングはルール2冊つけちゃうかみたいな感じもしますね。ありますね。だから自分はあれを説明するときはあの花見の場所取りゲームだって言ってるんですよね。そういうなんか日常的なものでも十分説明できるのにっていう、まあ、だからその本文の DTP という DTP じゃないんですよね、あの DTP ちゃんと知ってるんですけど、その言葉の選び方とか があんまりその読む側に対する配慮がないみたいなことは感じます。あのキャットインザボックスはと、すみません、内容としてはそういうことです。そういうことです。はい、あのテーマに寄せすぎるなっていうようなことですね。まあでもしょうがない例もあるとは思うんですけどね、それはやっぱりあの個々の実例に即していくしかないんで、原則としては十分これは使えると思います。2番目、リアルな言葉を使おう。
ちょっと説明が難しいんですけど、右側の、右側の引用の、2パラグラフ目がですね、そうです、こうした書き手はまた長短第一射撃のような言い回しが優れた表現だと信じている、はい、君が自分の攻撃をサルボ一斉射撃と呼んだことがあるならそれは常にサルボと書かれなくてはならず攻撃ではダメだ、はい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 、これはそうなんですよね、はい、これはあの小説とかだとそうでもないからここがなんかあれなところなんですよ、ね、はい、同じ言い回しの繰り返しが文章技術の上で嫌われるというのが特にここは強いので、はいはい、いや日本も嫌われます、日本でもまあ嫌いけど、でもルールは逆だから、あ、そうなんですよ、そこはもうね、小説書いてるから、ね、そうです、そうです、用語ごと、なんか、そうですね、うん、これはこれで、まあ、まあこれは分かりやすくそうですね、単純に。あの、リアルな言葉が一つあるならばそれを表すのに別の言葉を使うべきではないっていう本文に書いていて、そっちの方が言い方の方が分かりやすい、用語を統一しろっていうことですね、ただあのただこの、 あのコボルド本の中のこの例を見てみるとこれがリアルな言葉でないっていうのは非常によく分かります、ぐっちゃぐちゃですからね、この例文が、これは、実例ですか、実例です、何の例なんだろう、最後に書いてあると思います。ああ、まあまあ、アドバンスソースコードリーダーはもう、ね、なんかもう、あの、なんちゅうでしょうね、どういったらいいかな、もう、鉄板ネタですよね、これはもう、あ、そんなに有名なんですか、こういうネタを出すときには必ず出てくるんですよ、これは。なんか黎明期は大変だったんだなって感じがします。これはひどいです、アドバンススコートリーダー黎明期のゲームじゃないですよ、80年代のゲームです、いや昔のゲームだよね、85ぐらいでしたっけ、あ、ね、しかしそういう意味でアドバンスだったのかな、パラノイアっていう RPG を私は翻訳してるんですが、はい、パラノイアでもネタにされますね、このゲームは、とにかく事細かく、まあ、この文章はそういうことを言っている例ではないんですけど、はいはい、ものすごく余計なことまで定義をする、はい、ゲームで、あのマンホールから何かが現れましたテーブルとかなんかそういうのがまあなんかその気持ちは分かりますよ、気持ちは分かりますけどね、でもまあ、あのもしもの人なら知ってるゲームですね、うん、ASL はこのリアルっていうことがその多分リアルは本当に英語でもリアルって書いてあると思うんですけど、うんうん、その意味するとかがちょっと違うのかもしれないですね、うん、訳文と用語を混同させてはいけないっていうことで、あの意外と意外とこれはなんかルール書いてると間違いやすいです、実際はこれはそうですね、あ普段の文章 の流儀と違うから、そうですそうです、うん、あのさっき伊藤さんがおっしゃった通りで、うん、やっぱり英語は特に繰り返しを嫌う言語ですからね、うん、同じことを別の動詞で言うっていうことが、うん、大事にされる言葉なので、だけど同じなんていうんですかね、例えば普通なんか pay the payment なんて絶対言わないんですけど、はい、なんかあの pay the pay your payment とかいうこととかがなんかむしろ推奨されるのがルールブックなので、それは文化として繰り返しがかっこいいみたいな、いやではないです、実用的な理由です、同じ用語を使わないとあのこんなユーザーが別のことかなと思ってしまってルールの運用がうまくいかないからっていう理由です、というか似たようなものあるんですよね、あの建物が3種類あって別のものだと思うとルールが動かなくなっちゃうんで、あそうですね、そういうのも、うん、まあ、この例で言うとその、長短大射撃と一斉射撃っていうのは、まああの一般論としては同じ言葉、うん、同じ概念を指す言葉なんですけども、うん、あのゲーム上ではしばしばこの2つが別 のテクニカルな意味を持つことがあって、でそうかもしれないというその前提で読まざるを得なくなるんですね、この、2つ言葉が出てくると、で、なので、そういう誤解、や、まあ、疑念をあの抱かせないように、あの一つの概念を一つの言葉で、書いてくださいというのがあって、まあ、大島はまだマシだと思うんですけど、ユーロゲームでは絶対やらないし、まあ、一番これが問題になったのは多分トレーディングカードゲームじゃないですかね、うん、とにかくその次から次へとルールが足される以上、次から次へと新しい概念が出てくるんですよ、
なのでそれをその混同させないようにあのちゃんとしたそういうあの誤解がないような感じで書かなきゃいけなくなって、うん、そのだんだんだからカードテキストが独自の洗練を、うん、なんですかマジック語、ね、そうです、あのマジック文法とかのマジック語とかいろいろ言われるようなのができて独特の書き方してる、ね、そういうことだからさっき の, あのペイドペイメントみたいのはいかにもなんかマジック感のある あと実際に自分がちょっと突き当たったことあるのが、ビルドとビルディングっていう言い方なんですかね。そういう言い方をしたくないんですよ。コンストラクタービルディングって言いたいんですよ。だけど、コンストラクトっていう言葉は、やっぱりビルドに比べて難しいので、で、ルールブックってなるべく簡単な言葉を使えるなら使うべきなんですよ。いろんな人が読むから、コンストラクトっていう言葉は分かんないかもしれないから。だったら、なんかビルドとビルディングって同じ言葉が重なって汚いんだけど、使わざるを得ない。だからそこ建物を建築物を建築するとかね、日本語で言うとそんな感じで、それってその意味的にも抗議になってしまうけど、それは OK です。建築っていう意味を定義してて、建築物っていうのをゲーム上定義してあるから、そしたらもうそれを使わなくてはならない。逆に建築するっていうのを別で使ってはいけない。そうですね。アーキテクチャとかだと長すぎるみたいな。まあ、いいっちゃいいんですけど、それが定義さえされてれば、一方でビルディングって言って、一方でアーキテクチャって言っちゃいけないじゃないですか。そうですね。で、アーキテクチャとビルディング比べるときに、このゲームだったらビルディングだなって、この方が簡単だな、だって、8歳ぐらいから触れるゲームだからなって思ったら、もうそこを動かしちゃいけない。統一しろ、はい、やっぱりデジタルゲームと違って、コンピューターがルール運用してくれないんで、人間が運用しなきゃいけないので。確かめようがないですか、はい、ただ案外これは微妙なところでは起こるので、これは起きますね、はい、他人事ではないっていう感じです。大事です、はい、大事です、これすごく大事です。ルール読んでて困るときは逆に、はい、本当にありますムカついてくるときが、うん、そうそうルール読むの趣味にしてる人はすごいよ、本当に偉いですよね。ただ私そう特に国内品はルールと正確なルールで違うんですよね。そうですルールはその読み下すものっていうだけではなくて、参照するものでもあるので、その参照性っていう点ではを大事にするんだったら、読みやすさはある程度捨てるべきっていう、だったりします。バランスとのか難しいところ、まあ、だからね、洒落た文を紹介しちゃダメなんですよ。そうですね、はい、そう、洒落た文章で分かりやすく書ければ別に構いませんけど、まあそうなんだけど、洒落た文章ってね、書けないんじゃないかなと思います。そう思います、はい、これは RPG はどうなんですかね。RPG はなんかルールライティングといわゆるワールド難しいですね。あの辺がこっちゃになるんでしょう。RPG は、そのキーになるコンセプトの言葉はやっぱり結構厳密に定義した上で、そういう文章はなんかそういう文章だと分かるように書くみたいな、考え方で書かれてるっぽいですね、雰囲気としては。その世界の提出はね、やっぱりそういう文学的なあれがないとイメージ分からないもんね。運用に最終権力者がいますからね、うん、まあまあそうですね。まあ、実際 RPG はそういうそのなんていうか問題が起きやすいと思いますが、もちろんユーロゲームに比べればもっと起きやすいし、モーションとかよりも起きやすいんじゃないかな、分かんないですけど、まあ、テキストが単純に増えればやっぱりそういう問題は起きやすくなってくるっていう感じですね。まあ、逆、私はなんか逆のクレームを食らってぶち切れたことがあるんですけど、横山さんから、コメントを来ましたね。RPG もグルムヘイブはボードゲームですね、うん、もう、数値倍率の先駆け後駆けとか明確でないのしょっちゅうですね。よくはそうなんですよ。グルムヘイブなんか本当に PC でやればいいんですよよく言いますね、それね。よく聞きます。はい。じゃあ次いきますね。3番目。必要以上の仕事をするな。同じことをプレイヤーにさせるなら、極力簡潔な方法を指示すべきだ。これはですね、ちょっと本文の例があるんですけど、本文と同じ例で、自分が昔と今も経験した、自分の経験で、合唱の、なんていうんですか、男性合唱フェスティバルっていうのに時々出てるんですよ、うん、東京とか主催するやつで、浜力ホール、朝日ホールで やってるんですけど、まあ、浜力でやってるんですよ、それ。で、まあ、どこでも出る、男性合唱団であれば、誰でも出るんですけど、うん、そこの抽選の時に、出演中の抽選があるんですね。うん、で、そこで、
あの都連の運営の側がよく分かんないことをやってて、公平を期すためにまず中あの誰からくじを引くかという抽選順の抽選をやって、たまに聞きますよ、はい、抽選順の抽選をやって、その後にその抽選をやる抽選をやりますっていうそういうことなんですよ。たまに聞きますけど、はい、そんなにそういうレベルの大会なんです、まあそうですよ、あの誰でも出ていいから、でなんか多分そういうクレームが来たんですよ、きっと、うん、何度も来たからそういうことをやってるわけです、うん、でそういうとこにな、あのそうだくだらないんですけど、そこで理屈を説明してもきっとしょうがないんですよね。でもその抽選順の抽選はどういう順番で引くんでしょうか。2回やることでそのなんていうか、まあまあみんながあの諦めるぐらいの感じになるんですよ、うんうん、諦めない人が出たら3回目が出るんですよ、多分ね、そう、まあ、リフルシャッフルを何回やるかみたいなもんだと思うんですよね。まあいますよ、あのサイコロに気持ちを込めれば、そう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 、そう、あるいは、回数は2回でいいんだけれどもダブルグラインドでやってくれって言ってくる人もいるかもしれない、もしかしたら1回目の整合性に納得してないからですか。いや、なんか、うん、あのなんか2回やろうみたいな、早めに引いた方が得だと思ってんじゃん。いや、なんか、なんか1番でやりたいと思って1番がするのぞ、いや、なんかね、どういう心理、いや、だから1番最初に引くということは何かその決定権を持っているというその思い込みがあるんですよ。あとなんかそこの紙にたくさん残っている方が何かその自分で何かを引き当てるような気がするんですよ、残り物を避けたいみたい みたいな感じなんです。あるいは、もうすごくうがったことを言えば、本当に公平じゃなかった場合に、1番目を引く権利があるということは、そこで通じ合っている場合は、まあ、確かに1番目を引くことがまあ有利なわけですよ、とか、まあ、そこまでのそういう担保がいる大会なのというのは個人的にはありますけども、いや、そんなんじゃないですけど、はい、私自身は自分の、統計を取る時に、あの差しようがないように私が目視をして紙に書いてもらったんですよ、はいはいはい、そういうなんか審判みたいなのっていないんですか。だからそういう交渉人というかそういうやつですよね。まあだからそのレベルの大会ならいてもいいと思いますけども、ただ多分ここでは、そういうようなレベルのことではないのにもかかわらずそういうことを言ってくる人がいるということなんじゃないですか、ね、そうです。ここで言ってるのはなんか1回サイコロ振って2回サイコロ振って物事決めてくださいなんだけど、1回目も2回目も1回やっても2回やってもいい、実質の意味は一緒だっていうことを言ってるんですよ。それをなんか1回のゲームのレベルでそういうことを言ってるっていうだけで、全然意味のない手続きをしているっていうんですね。だったら1回でやっていうですね。その、イカ様の対策をしなきゃいけないのがシビアな話なんだとするとまた話は全然違ってくるんですけど、うん、まあ、ここで想定されているゲームはそういうものではないので、はい、それこそなんかちょっと前にあった、なんだっけ、カードを配るやり方だけすごく細かく決まっててルールはまともに書いてないみたいな、うん、あれはやっぱりイカ様がルールをみんな知ってるゲームでイカ様に関する部分だけちゃんと書かなきゃいけないっていうことがあるとそういう書き方になっちゃうわけですけど、うん、まあ、マイク・シビックが考えているようなあの商業ゲームってはそういうものでは全くないわけです、うん。ちなみにその大会であの順番がすごく気にされるのは、あの何ですか、5戦があるんです。あの団体間でどこの団体が一番良かったかっていうなんか観客賞っていう5戦の賞があるんですよ。でそれがやっぱりあの聞かれるのが最後の方なんですよ。最後の後に表彰式があるんで、だからその最後に出るほどその賞を取る場合には有利になるっていうことで、午前中はやっぱり声が出ない、起き抜けで出ないから、午前中が不利、午後の後の方が有利っていうような、そういう事情は一応あるんですよね。そういうなんか有利不利があるとやっぱり感情的にというか、バイアス入りやすいんだろうなって思いますね。あるんですよ。なんですよね。そうありますよね。きっとゲーム大会でもあります。はい。じゃあ次4番、フレーバーを加えよう、ただし多すぎるのも良くない。多すぎるのも良くない。多すぎるのも良くない。はい。これねですね、フレーバーの多い例があるので、ちょっと本文からそのまま読み下します。NATO には戦術的核兵器使用に関する規則がある。戦略的核兵器使用をシミュレートするには、ライターのオイルで地図を湿らせ、火をつけさえすればよい。っていうことなんですけど、これルールの文章らしいですね。びっくりしますよね。でまず戦術的核兵器使用っていうのと戦略的核兵器使用っていう訳語が揺れてますし、あのそれは、本来はドイツの概念を示す言葉なんですか。じゃあないですかね、ここで。あのだって連続する2文ですからね。まあまあまあ、でライターのオイルで地図を締め出して火をつけさえすればよいっていうのが多分なんかのルールの指示なんですよ。それは確かに
それはあかんでしょう。で、いかんですよね。だいぶあかんですね。そう。そういかんね。いや、なんか そのレベルの話なんですね、これ。はい。かなり、なんかレベルの低い話をしています。これは僕はなんか、ブラウダ・フバチル君はそこで星座ですとか、そういう話をしてるんだと思ってたんですけど、そうではないんですね。とね、フバチルが星座の、フバチルが星座する話もた、なんかどこだっけな、どっか出てたな。フバチルは、何ですか、イノベーションでしたっけ。フバチルはあれですね、ダンジョンロードとか、あと、なんだろうな、まあ、スペースアラートもそうですね。あの辺のゲームってあれプライトルって何ですか。プライトルってフワチルですっけ。違うプライトルは違うから違うか違うと思います、うん、あと明治ナイトボードゲームもですね。あれもそんなに冗談多くない、うん、まあ冗談は多くないけどそんなに長いじゃないですか。あ本当にスペースアラートのルール翻訳の時は殺意を覚えましたやつに。それ読んでみたいですね。それは読んでみたいです。ゲームは面白いんです。ゲームは面白いんですけど、あそうなんです、ゲームはすごくいいゲームですけど、フレーバーの話です、ね、そうですね、はい、フレーバーテキスト、表記がフレイバーとフレーバーで揺れてるの、これは私が勝手にやってることです。本文ではフレイバーって書いてあって、私は伸ばし棒で書いてます。だけど、ただそれは分けるようにして、ちゃんと分けるようにしてます。で、フレーバーテキストはルールの外にあるもので、フレーバーをルールに混ぜ込むにはコツがいる。うん、一緒にすることは可能だが、ゲームシステム上に何を表すかを明確に書くべきだ。まあ、そうですよね、そうなんですよね。でネットセリンカーが手掛けたネットランナーのネットランナーの何ですか、フレバテキストの話ですね。これかTCG みたいな感じのものなんで、あれなんですけど、スフィンクス 2.0 と呼ばれるプログラムカードがあった。そこで私はこう書いた。これはフレバーテキストにこう書いたという話で、朝は4メガバイト、昼は2メガバイト、夜は3メガバイトで走るものなんだ。そこまでタイプしたところで、私はあのカードのフレバーテキストに対する作業はこれで全てだと悟った。それ以上のフレバーは必要ではなく、カードの残りはあらゆる重要なルールのために割愛できた。まあそうですね、このぐらいのテキストに留めておいて、なるべくそのルールはルールとして切り分けて書く方がいいよっていうような、まあカードテキストを入れるようなゲームだったら結構それはやりやすいことなんで、マジックの段階ですでにフォーマットできてますよね。はい、そのフレーバーは下で、ルールは上でっていう感じですよね。そういうふうにちゃんと分けられてるのは問題ないんで、そうなんですね。時代も変えてあるしね。はいはい、そうあれはなんかいいですよね、上手ですよね。ただルールブックってそこまで一緒になってる一緒になってるって あるんですか。遊戯王効果モンスターのところにフレーバーテキストないから、同じ枠としては同じ、まあ色が違うから分かるんだけど、ただルールブックの場合は結構それがこう何か、ま、割と混ぜて書かざるを得ないので、分けて書くと文章量多くなるし、そこまでやっぱり出版にルールブックの私服に金はかけられないしっていうことなんで、結構困ったりはします。実際自分もトリックテイキングのルール書くときに、なんかそのフレーバーに寄せた書き方をしすぎてちょっとルールが読みにくくなったことはあるので、今ではちょっとそれは良くなかったなと思ってますけど、ただそれが絶対ダメかっていうと、ちょっと、どの辺でか、あとはゲームコンセプトみたいな、そうなんですね、まあ、いろんなか、そうですね、書き換わってきます、ね、はい、これは。ただやっぱり、海外から英語ルール書いて、海外に出すのユーザーに送った時も、海外からの質問がフレーバーに書き換えたところに、やっぱり集中するんですよね。だから分かりにくいっていうのはあるんだと思います。素直にトランプスーツはトランプスーツで書いた方が良かった、そういう感じです、はい。次、文章が読み手より賢くないようにする。複雑すぎる単語や手順を使わない。文章のグレードレベルを上げすぎない。グレードレベルってなんか文章の難しさっていう、ね、多分学年みたいなイメージですね、ここでは。はい、だから小学校5年向けとか中学校3年向けとか、そうですね。で、なんかグレードレベルのなんか公式っていうのが一つ、多分何種類かあるんでしょうね。で、それを一番右下に本文からそのままの引用で載せておきました。なんかこういうのがあるんですって、さすがアメリカって思います。これはアメリカ感のあれは日本語じゃ作れないですよね。これは平均漢字数とかやると思う。そう、漢字数とか漢字の画数とかね。画数。まあ使っていい漢字とかはあるけど。あ、そうですね。画数、常用漢字外比率。そうですね。そういうやつですよ。常用漢字は実際なんか一つのあれになると思います。そうだよね。簡単な漢字使ってても難しい単語いくらでもあるからな。それはね、それはしょうがない。ですよね、確かにね。前に
クルーの新海、ザ・クルーの新海を、まあ、次回をというか友達用に訳したことがあって、その時にメグダイバーという主人公が小学10歳か11歳ぐらいの時に書いた日記っていう定義でテキストが載ってるんです。フレバテキストが、それを訳す時は、それを訳す時は俺は小学校4年生までの習っている漢字だけを使うっていうのがありましたね。そのこれがそう、あこれ小学校6年なんだやめようとか、そんな感じで言ったりして、そういう視力ではある程度意識しますね。はい。なんか訳すときに8プラスのゲームとかは、その書いてある年齢プラス2学年までみたいな、なんかそういう感じでやったことあります。なるほど。ああ、なるほどね。年齢プラス8プラス。プラス2なんですか。プラス2ぐらい、だから誰かに読んでもらうっていうのが、まあ、頭だ、結局その8プラスのゲームを8歳だけでやるかというと多分やらないんじゃないかなという、その想定のとおりプラス2ぐらいまで OK にしようみたいな、そうですね、8プラスぐらいだったらなんか大人が読むっていう前提でもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。結局買うのは大人ですからね、ただまあ、児童館に置かれる場合とかは、ね、まあ、あると思うんですよね。まあ、それにしたって最初はなんか先生というか、ただその後に、なんか自分たちだけで遊ぶ場面っていうのがあるんですよ。俺の場合はなんかそういう時ルールブック読まない。まあそうですね、まあ、実際のところ別に、まあ、大人の向けの方からでもいいような気もしないでもないんですけど、ただそれは微妙なところで、もしかしたら読むかもしれないからっていう可能性を一応入れとかなきゃいけないですね。そう、まあ、それこそ8プラス感を出したいみたいなのもあるわけですよ。そうそう、それはありますね。それはすごくあります。はい。自分もやっぱ子ども向けのゲームとか今ちょっと試作で作ってますけど、そういう時にあんまり難しい言葉を使いたくないですからね。6プラス8プラスのルールを書くときに、その12プラスみたいなノリではルールは書けないですね。昔教会の日曜学校に行ってたので、その時の経験を思い出すと、やっぱり中学小学生の高学年とか中学生の子が低学年の子を見るようなシチュエーションっていうのはやっぱあるんですよね。で、子供だけで遊んでっていう、そういう時にその多分大体の場合大人がいたりルールブック読ん、大人がルールブック読んだりするんですけど、子供だけでルールブック読む可能性が絶無とは言い切れない。絶無ではない、そうだ、ほぼないと思うんですよ実際は。ほぼないけどゼロではないから、そのゼロでないレアケースのためにやっておくっていうような考え方はルールブックはしとくべきだなと。なんだろう、でここに書いてある例で、四角形を4つに切って、正方形を4つに切って4つの正方形を作るっていうことのをすごく難しく書いてあるんだけど、そう書かないと別に4つ正方形を4つに切って三角形4つ作るやつなんていないよっていう話をしてるんで、その文脈にある程度任せろっていうふうな意味合いもここに項目にはあるんですよね。まあ、ルールブックってどっから言っても文脈なしでは読めないもんだから、まあ、そこはもう諦めなさいよみたいなのが一つの形式ですよね。割とでもただその誤解って結構なんかツイッターなんかで同人会話で話してると多くって、文脈なしでもなんか常に正しいものを出せるのが優れたルールブックだ、ルールだみたいな誤解があるんですよね。そんなことはあるわけないんで、あるわけないですね。ただまあ一つのジャンルにのみ非常に精通してると、そういう考え方にまあなりがちかなですよね。はい、はい、だからそう、実際にはその文脈っていうのは絶対に存在するものなので、存在するそこを前提を置かないとどんなルールも書けないので、ある程度省略するっていう、その省略具合をゲームによって調整することも大事かな。それちょっと長くなりました。はい。では6番、書くことのできないルールは捨てる。これはマジックの、マジック・ザ・ギャザリングの非常にいいテキストがそのまま紹介されて、そのまま読みます。黒でないクリーチャー2体を対象とする。それらをその一方が他方のものでない色である。でない場合、破壊する。いいですね。マジック感あっていいですね。はい、昔のマジック、これ、実際使ってたこと。意味わかります？生き写しっていうルールテキスト。え？意味わかります？全然わかんなかった。要するに、赤、白、緑、黒、青の5色のうち、この2体で、あ、かぶってるねだったらダメです。かぶってたら、かぶってたら使えないんです。使えない。赤、白と白がいて、この2つを同時に破壊すればできないんです。赤、白と青、黒だったらいけるんです。はい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 。
赤白と赤黒はできないです。なるほど、ね、論理的には分かるけど、読んだだけで分かるかというと分からない、はい、みたいなんで、そのクリーチャーの持ってる、色を、まあ、共通する色が一つでもあったら、効果行使できない、ね、はい、言われてみるとこの部分がそういうことだってのは分かるが、言われてみないと分かんない、うん、そういう概念を説明するとき普通は例示を出すんですけど、あ、そうです、マジックのカードって例示出せないっていう、まあ、基本原則があるの で、ね、もう書いちゃえばって個人的には思うんですけど、はい、で、ジェームスってだと、そして今その作った人は、あの、その生き写しっていうカードを1枚を財布に入れてカクテルパーティーで見せびらかしているって言ってますね。いいですね、いい話です。これうちもやってしまったことあるんであれなんですけど、なんか二重否定絶対ダメですよね、これ。あ、二重否定はやめた方がいいです、うん、基本やめた方がいいです、二重否定やっちゃうんですよね、いや、まあ書かざるを得ないこともあるんですけど、うん、ただ二重否定をやるのは、その、まあ、カードテキストではしょうがない場合とか、まあ、ありますけど、ルールで二重否定はもう例を出した方がいいですね、あ、もし書くんだったら、うん、二重否定分かりにくいのは部分否定と絡むと、二重否定の否定がどこまでを否定するか分からなくなっちゃうんだね、書かざるを得ないときは、まあ、どうしてもあるので、うん、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんですけど、まあ、できるならやめた方がもちろん、はい、うん、やっちゃうんだよね、これ。そう、でその教訓として、ルールを選ぶときは自分が好きかどうかではなく、自分がその遊び方を説明できるかどうかで選ぶべきだ、できないのであれば他のルールを選ぶべきだ、これ、あの、文章にしてみると簡単なんですけど、意外とこれもなんていうか、ルールって、あの、自分が思いつくと捨てにくくなるんですよ。なんかその愛着というか変なこだわりができてきちゃうんですよね。で、そのルールはいらないから捨てようとか、あの、複雑だから捨てようっていうことがしにくくなって、なんかその思いついた過程には必然性があるんですよ、自分の中では。だから捨てにくいんだけど、なんか他人から見たらそうでもないので、そのどっちでもいいというか、ゲームに与える影響が低いというか小さいルールであれば切り捨てちゃった方がいいということは、うん、割とよくありますね。あります。まあ、そういう点でいうと、生き写しもちょっと擁護したくなるのはあって、うんうん、あの、まあ、シリーズがこう毎回出てくるんですけど、はいはいはい、2色のクリーチャーっていうのが1回いなくなった後復活してすぐぐらいのカードだったと思うんですよ、うん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 、なんで2色のカード使うのを、うん、ちょっと、あの、優遇したいなとかいう2色のカード使ってみようみたいな感じに、あの、安定は悪いんですけど、うんうん、まあ、強いよ、2択使ってみてねっていうのをやりたいとかあったのかなとは今思うんで、うんうん、なんかね、分かるか、うん、そのやっぱシリーズだと、やっぱそういう問題は出やすいかなと思いますね。シリーズとか、まあ、やっぱり TCG 特有の問題という感じもしますね。すね、その長くあるものだから、こう変化を加え、ツイストを入れることによって、ちょっと分かりにくさがどうしても出てくる。でも、それはしょうがないなっていう。横山さんからそのカードが出てきた。すごい。すごいですね。あのそう、しかも、この頃は、その、黒のクリーチャーが黒の呪文で倒せないっていうフレーバーをすごい大事にしたので、あの、最初のルールが絶対に必要なんですよ。なんで、黒のないクリーチャーに対、要は、さっき赤黒って言っちゃうんですけど、黒は破壊できないんで、うんうん、まず黒であってはダメで、はい、かつその2つが被っていてはダメなんですよ、うんうん、そうなんですよね。2体を対象とするって言ってるから、2体を対象としなければならなくて、あ、はいはいはい、あの、つまり相手が1体しか出てなければ自分のをやらないといけなくてみたいな、あだからいろいろ本当にややこしいんですよ、うんうん、まだなんか、だから、このカードの文章はなんか分かる気がしますね。なんでこうなっちゃったのかはなんとなく、あの、登場してれば分かるんですけど、うんうんうん、今だと黒でないは絶対抜かれますから。そうですね、今、うん、ちょっとそうですね、これ英語の視点でもかなり、あ、今カード横山さんが貼ってるのは英語なんですけど、はいはいはい、英語の視点でも結構ですけど、日本語はよりなんかこうツイストがかかってますね、これ、あの、横山さんが指摘されているのは、多分そのマジックの日本語の翻訳って、はい、まあ、あの、そういういわゆるマジック語の問題があるので、はいはい、かなりその直訳に近いある種のルールを決めてそれで訳してるんですよ、はい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 、でそのルール、その規則が、このカードと組み合わさってものすごいことになってる。
なんかね、そう、そうです。あ、なるほどね。翻訳すると分かりにくくなる問題っていうのは結構ありますね。自分が一番よく強く感じたのは、あの関東の純粋理性批判を大学の時に講読で読んだ時ですね、あれ英語で読んだんですよ。その時は英語で読んだらそんなに難しいんだけど読みにくくないんですよ。でも日本語の岩波文庫で読んだら凄まじいじゃないですか、あれ。めちゃくちゃ読みにくいんですよ。だから英語で読むと意外ってるか分かんない。そう、分かんないですよね。でも英語で読むとその言ってることは難しいというか、あの歴史哲学史は知ってないといけないから前提となる知識はいるんだけど、言ってることそのものはそんなに難しくない。言い回しは難解ではない、怪獣ではない、難しいけれども、そういうことはあるから訳語を選ぶっていうのは結構、またあの関東の確率って言葉が一体なんかそう、なんだそれはみたいな、俺もよくわかんないです。同じ概念も別の日本語に訳されちゃうとすごい困る、うん、あ、辛いですね、うん、本当に日本語に存在する言葉なのかみたいな、誰先生はこうだけど誰先生はこうで、これ実は同じ概念ですって言われると読み合わせがすっごい面倒くさくなるんです。あ、あのハイデガーの時に輸入学問の欠陥が、ね、まあ、出てるよね、翻訳、うんうん、の問題って絶対通る、はい、ところなんですけど、あのハイデガーはあの存在と時間をあの誰でしたっけ、誰か忘れた、あの言うと時って訳した人、誰だ、北原じゃないです、もっと古い人です、もっと古いです、兄弟の人です。え、なんて訳したの、言うと時、あ、誰でしたっけ、言うと時、はい、言うね、言うです、言う、はい、存在の言う、あるある、はい、ある、あ、うん、俺の哲学の先生はそこの、そこの、その先生の、その人、その役者の人の学派だったんで、なんか、それはそれでいい気がするけどね。別にいいと思う。なんかそれも やったら結局それもなんか一種の解釈だねっていう風に自分はなったって言ってましたね。まあ、ね、それはそうだけど、はい、翻訳はさ、究極のところ解釈だからな。はい、そうか、そういうのはあるのか。あります、あります。文系は。情報系なんで全部カタカナなんです。あ、そうそう、情報系はね、あの情報系の翻訳、あの IT 系の翻訳してると、そういうの楽なんですよ。カタカナが飛び交うのが当たり前だから、他の翻訳分野と全然違う。それこ そ, そのハイデガー研究会とか今その大きな研究会もあるんだから、それで一緒にしようみたいな動きがあってもいいと思うんです。最近は多分そう、 ある程度は、はい、なってると思いますけど、やってますよ、ね、はい、20年前は結構別々だったのような気がするんですね、うん、では逆に情報系だとなんかいろんな分野とつながるんで、はいはいはい、なんだろう、一番習ったんで自学だったのグラフ理論とかだと人にあの分野によってあの基本的な単語から全部変わる。へえ。単語の定義が。それは。グラフ理論だと点なんですけど、ゲームの人が言うとノードで、社会関係、要はあの SNS のその、はいはいはい、あの関係性みたいなのをこれ、うん、グラフ理論でやろうってやるとドットって言われるんで。もう言った瞬間、この人のバックパンこれだなって分かるんですけど、うんうん、もうむちゃくちゃなんですよ。点とノードはまだ点点点、グラフ理論だと点なんですけど、ゲームとかプログラムとかだとノードって言いがちなんですよ。言いますね、言いますね、言いますね、どうやって見るかな、到達、なんかそう、しかも隣接と接合とかあるから、すごいややこしい、うんうんうん、本当にややこしいんです、はい、さて次行きましょうか。はい、7、一息つこう。一息つこう。これ、我々に言ってるんではなくて、はい、文章の話なんですけど、ここでですね、この本にはこういうのが、こういう文が載ってるんですね。これは一つの文章、文だっていう。一文がこの長さだよって言ってるんですよね。特許の明細書みたいなのが。うん、なんかいつもですね、人文系の人とか法律系の人のその文章に対する我慢強さってすごいなって思うんですよね。いや、しょうがないですよ。本当にわかるんです。うん、あれは多分慣れてる人はそろそろ読めるんでしょう。うん、多分。あれになれることが一つのなんていうかディシプリっていうか、はい、そういう問題になっちゃうんでしょうか。
人文もそうです。ある程度慣れないと読みようがないし、あの読めるんですか？え？いや正直あ読めない、あのいきなりは読めないです。あの原なんていうんですか、いわゆる一時テキスト、その哲学者がそのまま書いてるテキストっていうのは、だあの学部レベルで読める代物ではないです。だから入門書とかある程度そのきちんとしたそのステップアップの本とかを経て先生の講義とかを受けながら人文書を読んでやっと大学院に入ってひいひい言いながら読めるもんじゃないですかと思ってます。いやなんか社会学の人は分かりすごく分かりやすい文章と何なら全く分からない文章になんか極端に分かれるみたいな。そうですね、はい、そう思います。人文系の方ってなんかその散文というか小説風の発表を打ってくる人とかいろいろいませんいますいますいます。それってもその、はい、あの論文の構文じゃないなんか、はい、あの叙情詩みたいなえそれはそのエッセイではなくて投稿として出してくる人っているじゃないですか、はいはい、なんかあの思想とかも、はい、思想でまとめてるんですけど全然あの学術的なじゃあ気をつけていただきたい。あえて多分理系の実験論文を私書くんですけど、うん、実験論文の方がはるかに整理されてるんですよ。実験論文はそうですね。フォーマットありますからね。ストラクチャーがあって、うん、手法があって、そうそうそうグラフがあって、うん、結果こうですって決まってるじゃないですか。人文ってなんか詩みたいなの書いてくれてるいますいますですか。なんかいやうち音楽部とかはあの読まざるを得なかったんですよ、うん、あの先輩が物語の生成とかやったんで、あの、なんだろう、なんだろう、ウラジーミル・プロップの何か、とか、あの辺の系の論文は読んだことあるんですけど、プロップはそれこそ全然、まだ全然読みやすいじゃないですか。なんかあれですら多少ちょっと違うなと思いながら読んですけど、あれより、そうか、あれより全然、でも全然そんなもんではないです。あの、友達にもそんな論文出してる人いました。論文じゃないですじゃないです、じゃないです、と思います。けど、ペーパーとしてそれ、しかもそれが学部生でやってるんじゃなくて、先生がもう通しちゃってる場合とかあるんですよ、うん、まあ、形式がなんか学派っていうか教室によって違うのか自由度が高いと解釈するのか、まあ、自由度が高いんじゃないですか、ね、何を やってもいいみたいな。そうですそうです、うん、すげえな。だからそういう書き方はまあ別に特段問題にならないというそのなんかコンセンサスがあるんじゃないですか、うん、一応そのピリオドの打ち方とかあのページの入れ方とか基本的なフォーマットはあるけど、うん、文体は結構なんかこれハイデガーのものって見たら分かるよねみたいな文章の癖があったりとか、うん、でも許可されているので結構なんか制度に関しては統一感が ないんですよ。ないです。だから論文よりも本が偉い文化だとそうなるんですかね。あデータが理系はデータありきなんで、というか、まあ、あの理系だとやっぱりインパクトファクターがどうこうみたいなのを意識するじゃないですか。文系といっても、まあ、文系ってべら広いのであれだと思うんですけど、うん、その中で、論文よりもいわゆる出し本をまず出してその評価が後から決まるタイプ の、うん、そのなんかアクセプトリジェクトとかいう概念がそんなに強くなくてだとすると、まあ、本はその意味では自由なので、うんっていうのはあるのかもしれないです。いやもう完全な憶測なのでちょっともうあれですけど、そういうことを岡田さんとかが言った方がこういうのがいいんでしょうけど、うん、じゃあ次回聞きましょう。次回聞いてみましょうか怖いな多分それだけで2時間ぐらい話してくれるので、うんはい、もしかしたら恨みすらみを持ってるかもしれないですそれはそれもねでもそれはそれですごい面白そうですよ。実際かかってる若手のものとか読みますけど、もうその個人のブログに全部集約してしまっている人だとか、はい、ちゃんと査読を通してる人とかがもう同じく若手っていう扱いになっちゃうから、はい、ちょっとその質もバラバラだし、人生で出しちゃう子もいればちゃんと編集者通してるのですけど、はい、すっごいバラバラだけど人文っていうくくりなんで、はい、でこう文系に来てびっくりしたものでもあるんですけど、はいはいはい、ですよね、うん、まあ倫理史研究の論文なんてねそんな文学的ではないよ、ね、ないですよ、ね、やっぱ歴史は別ですよ。歴史はさすがに別ですよ。理系とは言わないけど、まあ、やっぱり資料が必要な 分野はね。そうね、まあ、実験データとか出てこないけど、ね、狭い範囲だと思いますよ、うんまあ、今言ったように歴史は全く違うし、うんうん、一口に論文って言ってもいろいろあるんですよ、うん。人文はなんかその読み方そのものに独自性をつけなきゃいけないところがあるので、テキストの読み方、そのテキストに読んで自分がその何それを書くという書く行為の そのものに独自性を出さなきゃいけない分野ではあるので、それをそのなんか四角紙面にその論文のフォーマットとやれるかっていうような疑問は多分思想的な問題としてはあると思います、うん
まあ、客観的に外から見たら何じゃこりゃとは思います、うん、そうです、内部に行ってもその専門家集団のない、あのその中の価値観を共有しないと、はい、だからといって図解だけで出してくるそのポスター発表って人文には絶対向かなくて、その会社概念を図形する人いっぱいいるじゃないですか、うん、それだけあっても意味わかんないから、うん、文章は書いてほしいけど、はい、まあ、図も使うけど、うん、数学でいうその図とはやっぱ全然それも違うんですよね。そうで この、元に戻るとこのルールの場合は、やっぱり実用翻訳産業翻訳に近いものですからね、はい、ものなので、はい、ここにあのセリンカが書いてるのは、リメイクするときに私はこの文章を何度もこの長いアクシーズアンダーライズの長い文章を何度も読み返し、我々の班では一文は147語より少なくしようと決めた、うんうん、だからこういうこうなんていうんですか、その語数とか字数とかの基準を決められるのっていうのはちょっと羨ましいですね、うん、そういう基準ってないですからね、何字以内にするとか一文は何字以内にするとか、それを一回強制的にくくっちゃう方がやっぱりいいものって絶対にあるので、うんうん、アクシーズアンダーライズは確か、なんていうかちょっと特殊な経、そういう意味では特殊 なんていうか経緯をたどったゲームかなという感じはします。なんかいっぱいデベロップが入ってるってことですか。そうですね、もともとウォーゲームとして作られたゲームなんですけれども、うん、それが一般に受けて、はい、でどまあ、かなり一般化されたんですよ、うん、一番最初はなんかそういう、なんか名も知らないような同時に近いあのショーメーカーから出たのが、あれは、ミルトンですよね、ミルトンに拾われて、いわゆるその一般向けの、ウォーゲームみたいな扱いで、うん、ミニチュアバーみたいな感じで大々的に発売されて、うん、で そういう系統のゲームいくつかミルトン出してるんですけど、その中で一番成功した、唯一と言ってもいいぐらい成功したゲームで、うん、今でも出てますよね、うん、アクシーズアンダーライズは、という感じなので、だからその最初はまあなんかすごく適当な感じのルールライティングかなと思うんですけど、ただなんかそういう感じで洗練されなきゃいけないっていうような経過をたどって、うん、そう、そう、プレイヤールールを急いで確認したいときがあるが、文章が大きな塊でしかないと確認できない。これは確かそうですね。パラグラフっていうのはある程度パラグラフ前とした形を取っていないといけないっていうのは確かにあると思うので、はい、これは自分もちょっと気をつけてはいます。気をつけているとできているとは違うんですけど、気をつけています。はい、はい、では裏側ですね。8、9、10いきます。8番、目に優しく。これもですね、この実際の例を見ていただければ分かります。この墨付き括弧の多さ、まあ墨付きはね、その物語の剣ですよね。そうです。 あった方がいいケースももちろんあるので、はい、なんとも言い難いですが、当時墨付き括弧結構僕あ使います。見出しでは使いますよ。見出しで使ったり、なんかその参照の時にたまに使ったりしますけど、これは過剰法です、やっぱり。原則論を通しちゃうとこうなるってケースあるじゃないですか。そう、はい、じゃあそのある、ゲームに特有なコンセプトを説明するときには墨付きを使おうみたいな、はい、原則を決めた方がいいというケースが当然あって、うん、でその原則を通すといつの間にかこうなってしまうみたいな。そう、うん、なんかこれはまさにそういう例で、なんか原文の場合は全この単語はあと全部キャピタイズフルキャピタイズされた単語っていうことで、やっぱり日常でもそういうことツイッター見ててもそういうツイートって読みにくいですよね。フルキャピタイズしてたりとか、鍵括弧でやたらとくくってたり、小説もそうとかブログとかもそうですよね。なんかそういうことしてるととにかく読みにくくなって、記号が鼻についちゃうっていうような感じもありますね。まあ、それでもそうしたいとか、それでもそうすべきというケースは、まあ、あるんですが、はい、まあ、論文なんか典型的にそうですけど、はい、うん、まあ、ルールだったらその辺はまあなんていうかごまかしていかないみたいな。そうですね、そうです、うん、なんかルールは一般向けなので論文ではないのでそこも、そこ極端に形式ばる必要はないかなっていう、うん、特にユーロゲームの場合はそうですね。ウォーシムの人だったらここで確実に反論が返ってくるんですけど。何の人？あ、ウォーシム。ウォーシムの人だった。いやいや、厳密性は大事でしょみたいな、うん、それはやっぱり 文章量が長かったりとか、はい、細かい催促が多かったりとかっていうことに依頼すると思います。で特に ここでもう少し微妙な問題としては、最初の一字が大文字の用語
ね、これ翻訳の時に割とやりがちで、はいはい、人が訳し他人が訳したものでそういうそのこういう用語を大文字にしてるっていうのは読んだことあるんですけど、やっぱり読みにくいです、でそれは書く時はなんとなくこれが必要っていうような気持ちになっちゃ なっちゃうんですよ。それは分かります。自分も翻訳してると、これ大文字の方がいいのかなっていう、ザ・ディールとかね、はいはいはい、あとは、なんだろう、スペースとかその通と名前、うん、ハースとかいうのを大盛りにしたくなる要約に課られるけど、ネイティブにチェックとかしてもらうと意外とそういうことないないですね、うんうん、ないので、なるべくその大文字始まりっていうのは少なくするっていうようなことは翻訳をやってると割と実際的な、これは割と実際的なよくあるその教訓かなっていう感じがします。あんまり日本語でルール書く分には関係ないかもしれないですね。まあ、そうですね、英語の人の感覚って感じですよね。大文字の区別が日本語はないから、ね、そうですね、ただその代わりに例えば鍵カッコでくくるっていうのはちょっとあるんですね、うん、まあ、カタカナとひらがな書き分けるとかやるけどね、はい、ドイツ語の人ってどうするんだろう。ドイツ語は名詞は全部大文字ですからね。だからそうなんですよ。いやだからそのそういう特別感を出したり、あれ全部大文字、でもそれは読んだことある、全部大文字だったらあとはイタリックにしたりとか、ね、ああイタリックもね、日本語はイタリックに向かなくてそれが使えないので、日本語のイタリックはとにかくかっこ悪くなるので、はい、日本語の引用は短絡分けとかそのあれですよね、本当分けとかですよね、本当分け短絡、そうですね、そうですね、ちょっと下げたり下げて短絡分けしたりとか、日本語は割とカッコもか、使いが良いので、カッコ使いやすいです、日本語は蝉付き格好でうるさくないしね、そうですね、何ですか、ブラケット使って引用してっていうのは、ブラケットの種類がいろいろ使える、引用じゃないか、訳中か、ブラケットは、はい、で9番、最終的なバージョンをテストプレイしてもらおう、ゲームを編集者に委ねてダウィザードを助ける手助け、避ける手助けをしてもらおう、避ける、ダウィザード何のことかっていうのはですね、一番右下に書いてまして、これ面白いんでそのまま読みます。1994年発売の D&D サプリメントエンサイクロペディアマギカ、ボリューム1の16ページに及ぶセクションで、ある編集者が不運にも明治をウィザードに全て置換してしまった。そのため次のような大変な叙事的文章が出来上がってしまった。はい、いいですよ。使用者はこの球体を覗き込み、いずれかの世界か物体に集中することで、その場所や物体の、ウィザードを浮き上がらせることができる。塔は200点のダウィザードを受けると崩壊する。ダメで読んでて笑う。こうむったダウィザードは蓄積し、累積し、取り出し修理できない。ただし、ウィッシュを使えば受けてダウィザードのうち10点が回復する。やるんですよね、これね。だから、本当にね。これしょっちゅうやりますね。わかりますよ。でもだから俺仕事するときに何ですか、クライアントに言われてるんですよ。一括置換を絶対にするな。一括置換の一括置換をやろうとしたら電撃が流れるよね。そう。一括置換をせずに必ず逐次それを確か文脈で確かめてから置換をかけてくださいって言われます。その通りです。本当に怖いですね。はい、これ16ページもやったのすごいですね。と思います。はい、最後に作ってそれを構成してもらいましょうということですね。割とよく割とありがちです。終盤特にテンパってるとありがちです。はい、で最後 FAQ で整えよう。どんなにやってもミスることはあるんで、例えばその実際に丘の上の裏切り者の館での質問、どうして近くは上階にあるんですか。A、これはね特別に空中に浮遊する湖なんだ。うん、すまない、これはミスプリントだ。というですね、こういうミスはありますからね、ありますから、そういうのはもうなるべく、だからミスを恐れすぎてはいけないということで、はい、こんなところでちょっと休憩にさせてください。はい、お疲れ様でした。では、コボルトのボードゲームデザインの続きで、パート3のディベロップメントの、中盤って書いてますけど、終盤の間違いです。すみません。一番最後の記事ですと、パート4のプレゼンテーションの一番最初の記事の2つをやります。2つ目の記事は、ティーミングドラフ。終わったと言われるまで終わりじゃない。これはテストプレイの話をしています。で、要素としては誰が何をどこでいつなぜテストプレイするのかっていう、その、まあ、5W1H、うんうん、5W ですね、5W の観点で、
で正立てをして節立てをして製品に近い形での作品を他人にテストしてもらうということの重要性を説明しています。あの製品に近い形でっていうのは結構強調されています。そのあんまりラフなものではなくて時間がないにテストにあんまり時間をかけられない場合は特にその最終の成果物に近いものなるべく近いものを作ってテストしてもらった方がいいということは 何度も繰り返していて、あとは他人にテストしてもらいなさいと、うん、身内だと テストのできることやフィードバックが限定されるからというようなことも強調してます。この文章の中では申し訳ゲームの人があるし、申し訳ってあれですよ、あのなんかあれ名前でよくない、チーパスゲームと買ったところですよね。あそれでなんかつながりがあるんですね。狭い世界なんでしょうね。狭い世界なんでしょうね。蓋開けてみたら同人じゃねえか思われるみたいな感じだ。それはなんか今もそうですよね。割となんか同人からそのままあのキックスターターだけを経て、出版社になってる。アメリカのゲーム業界の不思議なところって、あなんかクソでかいタイトル、あのそれもコンピューターゲームのタイトルやってる人が、なんかすごいなんかマイナーな TRPG になんか同時にかかっちゃってるんですよ。そうあれは本当面白いです。面白いですね。まあそれもなんかいいですよね。それはいい文化ですね。どんどんその新しいことにチャレンジしてみようっていう。だってあのガーフィールドだってマジック一本でやらないで、わざわざちっちゃいゲームの方を何でもやってるわけだし、マジックやってなかった。そう。で、あの前回もちょっとこの辺には触れたんですけど、あのちょっとそこの経歴のところに右側に自分のあの感想として書いてあるんですけど、女性筆者なんですけど、訳文がここと。あの女性筆者のところだけこの本はデスマス用になっていて、あと二人称が他の大半のコラムでは君なんですけど、女性の時々あなたっていうふうになってて、なんであなたなんでそこだけそうしてんのっていう感じなんですよね。です。まあ読む分には別に支障はないんですけど、女性に君って言われることがもし嫌なんだって、じゃあ男性に言われることは男性が君っていうことはなんで不愉快でないのっていう話になるので、これ非常に全多ステオタイプが強くて問題もそうですね。別にどう言ったらいいかな、特にその書き手が男性か女性かが関係ある文章では基本的にはないですね。そうなんですよ、あの前回岡田さんがおっしゃったように、その書き手が男女の区別をはっきりさせなきゃいけない必然性がある小説とかだったら、それは全然構わないと思うんですよ、その役割言葉を使ってもいいんですけど、それがほとんど関係ない分野多いとかね。はい、そうですそうです。なんかそういうことが特にないので、別に、だであるんで訳してもいいし、別に君で通してんだったら君でいいじゃんって思うんですよね。それをなんか避けてるのっていうのは、ちょっとその、なんでしょうね、訳もそうだけど、やっぱ公文性が甘いと思うんです。日本語はいわゆる女性言葉っていうのがあるから、訳の時にちょっとそれが、難しい問題になるっていうのはありがちなことではあるね。この場合使う必要は全然ない、はい、必然性がないと思うけど、はいはい、その選ぶときにまあ難しいっていうのは分かります、ね、ただこれはね、今出す本でこれっていうのはちょっとなと思いました。なんだっけ、女言葉と日本語だっけ、なんとか文句さんのあれを読むと、いわゆる女性言葉っていうのはやっぱり近代のものだというようなことが出てる、うんうん、でむしろ小説で固定すると、あだから現在でも方言にはいわゆる女性言葉ないので、ね、はい、ないっていうか、まあ少ないので、はい、というのが書いてあって、うん、ああそういうもんかと思ったよね。はい、全くその方言にないわけでもなくて、ではない、うん、例えばあの自分も実家愛媛ですけど、うん、祖母の世代も本当にベタベタの伊予弁ですけど、うん、その伊予弁を使うその男女で差がないかっていうと、やっぱちょっとその使う語彙とか言い方の違い、うん、細かい違いなんかはやっぱあるので、全然ないわけではないんですけどね。そう考えるとその19世紀から20世紀の、まあ、よく言われる話だと思うんですよ、頭ぐらいまでの小説は本当になんかいろんなところで悪さをしてるんですよ、まあ、ですね、悪さというか、いろんな意味であの現代の基本になってしまった、ね、あれがまだ工具がなかったですからね、うん、まあ、なかったというか、なかったというか、まあ、誰かやってだろうけど、ただ江戸時代の下作とやっぱりちょっと切れてるところがあるので、どうなんでしょうね、その辺もなかなか難しい、うん、
まあでも、自分も澤田さんがおっしゃるように悪さにしてるっていうふうに見えますね。ちょっと、なんですか、我々はそんなに伝統のが長くないものを伝統だと言い過ぎだっていうような感じがあります。いただきますよ、ごちそうさまをマナーであるかのように言うとか、そういう感じで。はい、まあそれはいいです。はい、それはまあそういうもんだとしてこの本文を読んでいただくということで、ただまあ書いてあることは普通です。普通だし、非常に明確です。でそれをさ今書いたのと逆の順番になぜいつどこで何を誰がっていうふうに言ってます。でまずなぜっていうところですね。どうしてテストプレイするのかっていう、これはまあ当たり前のことですけど、デザイナーは自作ゲームを知りすぎ愛着を持ちすぎているため欠点に対して盲目になる。まあ長所と欠点と両方に対して盲目になるんですけど、特に欠点に対してっていうことです。でテストプレイは自分のゲームから一歩後ろに下がって、その欠点や利点を新たな目で、そのゲームをそれまで遊んだことのない人々の目で眺められるようにしてくれる重大な道具である。そうですね。で次いつだから、ここは割とな独自の観点かなと思ったんですけど、時期によってディベロップのためのテストプレイ、直接教えるテストプレイ、フォーカスグループテストの3つに分けられるふうに定義しています。いきます。人それぞれ。ディベロップのためのテストプレイ、これが一番いわゆる制作者、我々制作者がテストプレイと呼んでいるものに近いんですけれども、ルールが機能するかどうかに注力する、遊び方が伝わるかどうかは確認しない、そこにフォーカスを置かないですね。でやり直しや中断、ルールの改変をテスト途中に何度も行って構わない。割とディベロップっていうかもっと初期だよね。そうそうそう、この本ではディベロップって言ってるの、この本ではディベロップって言ってるけど、まあ、創作過程で、ね、そうですね、デザイン、最初のデザインとディベロップ の、 両方にまたがってる、この本で合ってるよね、この方向でいいよねぐらいのノリの、で大体大枠をまだ作ってるってことか、まあ、むしろゲームが動くかどうかを確かめてるみたいなところあると思うよね。あとは細かい数値調整、なんかルールの大枠は固まってるんだけど数字が違うなんてことも結構ある、ありますね。数字ここ変えた方がいいんじゃないとか、ここ2つ結構分けちゃってるから、多分ここで言ってるのは両方込みなんですね。数字をちょっと変えてもう一回やってみるとか、で同人界隈で前もちょっと別のところで言った気がしますけど、洗練されてないなと自分が個人の経験で思うのは、テスト1回やってそれで終わっちゃうんですよね。1回回しました、終わりまでやるか途中までやりました、感想を言います、持ち帰りますで終わりっていう感じで、そのテストの途中でここ変えてもう1回やってみましょうとかっていうことはあんまりしないんですよ。それはなんか多分テスターに対して気を使ったりとか時間が十分に取れないで、4人だったらその参加者4人だったら4人の分テストするとか、そういう風な気遣いとかがあるからだと思うんですけど、本当はテストってその変えてみてもう1回やってとか、その1セッションの中で何回かやってみるべきだっていうのはやっぱ感じていて、そこをきちんとそのやりの中断したりとかルール変えてやってみたりとかっていうのを何度もやってみようっていう風に強調してるっていうのは実践的でいいと思います。ただなんか無限に時間がかかりそうだから週1やってるところとかすごいありがたいな。そうですね、毎週やってるっていうのは毎回、まあ、毎回1回でも同じ人と会えるから、まあ何となく分かるんでしょう。そう、もちろん終わらなくなるっていう危険はあるんですけど、ただやってるうちにその回における落としどころみたいなのはちょっと見えてくるんですよね。なんかある程度でまとまらなかったらちょっとまとまらないんで考えてきますっていう時間で切ればいいので、自分のテストチームないと絶対できない。そうです、これ付き合う方もね、そう付き合う方も来週2時間付き合ってくださいよ、なかなかできるから、大変なことですこれ。偉いですよね、テストは。そう、結構ね、大変は大変です。このコラムにはこの後にもですね、割と金かけないとできないだろうっていうようなことが品質します。はい、だから割くてそんなに金あるのかな。まあ金はどうも、まあ同人ではない、同人ではないですけど、
いやそんなにあるとは思えないから、多分その外部から調達してくるっていうことを込みで考えてるんじゃないですかね。ちょっとオフレコですけど、あのトリックテイキングパーティーのゲームを約1年間かけて毎週、毎月第1土曜日に、やりました。はい、1人減り、2人減り、3人減り。それ同じゲームをやってたってこと？いや違う違う違う、だってあれ100万、あつまり候補作、あれの候補作をやってた、まあ、はい、まあ、あのまあそういうことですね。大変でした。で、あれを毎回ね同じのやるったらなお大変だろうなと思って。どうだろう、全部取りたいんでしょ。そう、あれ面白い。だってそういう手はあったから、毎回差分説明だけでいいやみたいな。いや全然そんなことないね。全くそんなことない。うちも変なのを作ってる人だから何も言えないんだけど、うん、やっぱり応募作っていうのはピンキリで、まあやっぱり第1回よりはルールの書き方はね良くなりました。はい、以上。はい、まあそれは人は減りますでしょうね。そう、いやしょうがないですよそれは、うん、でも第1回はモットーだったんですよね。すごかった、第1回大変でしたね。ただね、やっぱり荒削りなね面白さ、はい、こんなこと考えるのみたいな、うんうんうん、そう言えてるうちはいいと思いますけど、まあまあまあいいです。はい、で最初はデベロップのためにテストプレイで、それがなんか友人とか家族がをテスターにできるのはここまでだよっていうことで、次直接教えるテストプレイは、ここで友人と家族からね販売対象層に遊んでもらう。で、制作者か他の誰かが直接遊び方を教えるが、テストプレイヤーには自分はこのゲームの制作とは関係ないと嘘をついて致命的なフィードバックも正直に伝えてもらうですね。で、ゲームが完成間近になったらこれをブラインドテストに切り替えてもらう。ここでブラインドテストっていうのは店で買ってきたばかりのような形に極力近づけてテストすることを言ってるみたいです。で、さらにダブルブラインドテストではテストの進行者もゲームの遊び方を知らない。ちょっとこういう用語ブチなんで、ブラインドやダブルブラインドの意味がもともとの意味がその通りかどうなのか知りませんけど、もともとの意味では ないですけども、はい、でもイメージとしては分かるって感じですね。そんなにとんでもないことはないね。ただやっぱりこれ大変だね。大変です、はい、すごい大変だと思います。今が冒険って言うんですか。ああ言うんじゃないですか。二重冒険、二重冒険っていうとはよく聞きますからね、あの言葉まだ使っていいのか、どうなんでしょう。ああ、いいんじゃないですか。どうなんだろう。一般的な言葉じゃないからそういうふうに言われる。確かにね、うん、日を使うような言葉ではないから、ね、冒険っていう言葉からその差別用語だっていうような人はそんなにいないと思うんですよね。でも色覚多様性だよ。え、でも色覚多様性だよ。同じだと思う。色毛多様でいいじゃんとは思ってますけど、ね、俺もいいと思ってる。そう、なんかね、先に気にしてた人がなんか差別者になっちゃうから、そのことでも色毛のってなんかこうあれじゃないですか、単にその色が落ちてるケースと、はいはい、なんか色が変わっちゃうケースもあるから、あ、はいはいはい、そういう場合はもうではないから、うん、みたいな。そうですね、うん、異常とは言えないですからね、うん、異常はさすがにちょっときついですからね。そうね、グラデーションもあるしね、うん、この間話題に出たのは、うん、人間の色覚ってグリーン と、赤と緑と青なんですけど、うん、4つある人がいるんだって。あ、なんか、うん、その話を聞いて、でその人が描いた絵っていうのは出てくるんだけど、確かに面白い色使い、うん、非常に面白い色使い、ね、で自分にはこう見えるって言ってる。本当かな。いや本当だ。どう見えてるんだってことじゃん。いやだから どう見えてるかはともかくとして、その人の描いた絵がちょっと違うっていうのは分かる。うん、うん、はい、うん、何でしたっけ。ああ、それはブラインドテストの話から出てきたんですね、はい、はいはい。そう、なるべくで、そうで、直接教えるテストプレイのあたりからなるべくその内容物をきちんと用意しろっていうふうに言ってます ね。内容物をきちんと現実世界にできるだけ近い形にして遊ばせろっていう、簡単に言うけどさっていう。それは確かに。まあ、思想グレーのモチベーションはちゃんとしてた方が分かる。ルール書いてからってことですよね。そうです、そうです、はい、
あのルール書いて、あの箱とかも割とちゃんとしたものを用意してっていうことは、で実際結構言われるんですよ、その箱とかカードとかはなるべくきちんとしたものを用意した方がいいって言われるんですけど、実際テスト段階、特に初期からそこまで持っていくのに多大な労力が必要だし、初期の段階であまりにも絵とかを こだわりすぎると、それがポシャった時にすごいその参考コスト高いんで、確かに嫌になるんですよね。あとその愛着が湧いちゃって、そうさっきのそうですよね。そう、だから絶対うち絵も本当にフリーの素材で絶対、フリーの素材で別に全然できますよ、今なのに描かせればいい、今なのに、そう、あ、そうだ、ミジャーニーに描かせればいい、1枚3円だった今そういうのでよければ全然、そう、箱までは絶対用意しないな、箱はいいと思うんですけどね、ね、うん、ただまあ、あのルールを渡した時にそのみたいな、テストプレイの場を準備する時もなんかセットアップができた状態で用意しちゃいがちだけど、それはまあやめた方がいいみたいなニュアンスで箱を用意した方がいいっていうのは分からんではない。あ、そうです、そのことも多分言ってます、うん、直接教えるときでもですか、直接教えるときだったら別に、段階次第じゃないですか、うん、別にその何を結局まあ目的次第なので、そういうのって、ただまあどっかでやった方がいいのはまあもちろん分かる、そういうテスト、うん、でもやんない、うん、そうやんない難しいんですよで、あの割とこのコラムが割と主張強いなと思うのは、その、工数がかけられない場合はさっさと完成品に近い形のテストを重視しろって言ってるところなんですね。そう、それは、うん、あのへーと思います、面白いと思いました、うん、自分はこれあんまりやれないというか苦手なんですけど、確かにその方がなんていうか、そのフィードバックは正確だと思います、はい、なんかテストプレイ持っていく、あんまりテストプレイ持っていった経験自体多くないですけど、うんうん、まあ、割とコンポーネントはかなり作ってからかなですよね、うんうん、ただその複雑なゲームだとそれが難しいんですよ、あの、うん、なんだろう、30分までのゲームだったらそれができます、うん、だけど60分ゲームとかテキストカードがやたらと多い、60枚とかも作ってますけど、そういうゲームを持っていくときにいきなりコンポーネントまで作り込んでいくっていうのは割ときついことなんで、やっぱりどうしてもそのワードで名刺サイズでみたいなところで妥協してやっちゃうし、そのワードとかでそのツールで対応、簡単なツールでワード VBA とかで対応可能な範囲でやんないと、テストを繰り返すモチベーションが湧かないんですよね、それは、うん、そこまで持っていく、言ってることはもう前提になっているので、結構そのマンパワーがないとこれはこのコラムのまんまはっていうのはできないなっていう思いがあります。それ書いてあることはすごく なんていうんですかね、有効に使いたいような雰囲気があって、ただしそれを日本の市場にとか日本の市にそのまま適用できないから、それはどうしようかなって考えながらずっと読んでました。はい、で次フォーカスグループテストです。でフォーカスグループっていうのはちょっと自分知らなかったんですけど、略中に書いていまして、それが右の引用です。フォーカスグループとは新商品などについて有益な情報を集めるために討議をしてもらう少人数のグループのこと、はいはい、そうですね、で販売対象層の中からそれをそのフォーカスグループのメンバーを選びますと、コンピューターゲームだとよく、うん、あ、使うんですね、うん、でその主要な年齢層によってはその両親も含まれるかもしれません。子供用ゲームの場合ですね、うん、子供用ゲームの場合に親を選ぶっていう、親をそこに含めるっていうことですね、うんうんうん、でそのグループにテストをしてもらって、製品のルールが正しく用いられるか、見た目、あの製品とパッケージの見た目や感触が正しく伝わるか、ゲームがターゲットプレイヤーの手に届くかどうかっていうのを見極めてもらう、うん、とです。そうフォーカスグループ でこれらのテストプレイのどれもお金がかかります。ピザ2枚とお菓子くらいで済むこともあるでしょうし、テストプレイの名前をクレジットに入れる手もあります。まあいろいろですね、で何十万ドルかかるかもしれませんっていうふうに言って、報酬がお金がかかるよっていうことをについては、そのどこでっていう場所の話でも書かれてますよってことで次に移ります。どこで、上記のうち1種類のテストプレイしかできない場合、後半の段階を集中的に行うべきである。その場合場所は消費者の自宅またはフォーカスグループ施設を選ぶ、うん、
ちょっと後者がよく分かんなかったんですけど、ちょっとあれがままというか文章に即してここには書きました。フォーカスグループフォーカステストをやるときのなんか、参加者をモニターするため の、はい、その専用の設備とかが多分整ってるような場所がいいよみたいなニュアンスだと思うんですよ。そのなんかマジックだったそのマジックのテストができるための専用なんか、ルームみたいな、それこ その目線をなんかこうトラックしたりみたいなところまでやる人たちはいるので、多分それ最終的にはそういうところ、最終的にというか極端に言えばそういうところまでみたいなことじゃないですか、前者がファミリーゲームやパーティーゲームに向く、それはまあ分かります、うん、自宅に行くんですからね。で後者は中立、場が 中立であること、うん、働いている人々がテストプレイを勧誘できること、観察できる場所を用意してもらえること、テストプレイに様子を録画できて記憶に残せるところ、うん、で俺は素人じゃないね、はい、あもちろん素人じゃないですか、うん、一方通行のガラス板の後ろなどを用意してもらえるとっていうふうに言ってますからできねえよ。WTC だったら用意できると思いますが、ローンシャークには用意できないと思います。5万ドルの方は。そうですね。フォーカスグループ施設と人員募集には予算としては5000ドルから5万ドルが必要です。そうだよねって。そうだけどね。ああ、なんか、俺には関係ねえやみたいな気持ちに読んでになりますけど。そう、ただまあ何ですか、理想を知っておくことは決して無駄ではないので、そこからそこからなんかじゃあリダクションし、どこまでリダクションしてどういうことだったらできるかを考えるということはまあ意味があると思います。はい、学校は言えないですけどデジタルゲーム業界ここまでやってないですよ。あ、やってないですね。いや、やったかな、やってるところもあるとは聞きますけど、やってるところはあるでしょうけど、いや少数派だと思う。ああ少数派。ちょっとなんかセデックとかでなんかこういう話とか聞いてみたいですね。いやうちは別に本当はやってないんです。そんな話はでもよくバイトに雇われてやったとかいう話聞きますよ、ね。TCG はすごいやってますね。うん、あまあね、あれはやんないと。本当にその有識者かかってるというか、うんうん、なんというか。まあ、あれだよね、組織の一部だよね、はい、なんか WTC の TCG 出身者ですもんね、この人、うん、そうですね、うん、まあ、ポケモンゲーマーだから、うん、うちの業界もめちゃくちゃやります、うん、あとはまあその結構長々と書いてあるんですけど、それをより具体的に言ったりとか、どういう施設の使い方はどうだとか、あとどんな風に勧誘したらいいかと、そんな話を書いてます、うんうん、はい、この本で読むフォーカスグループ施設なんかすごくきらびやかなイメージがあるんです。なんかこう一回見てみてえなみたいな感じの、昔読んだチューヒットに導くゲームデザインという本があって、あれもフォーカスグループの話が結構、うん、出てたんですけど、やっぱりなんかね、こう素敵なことがいろいろできる施設みたいな感じで、いいなみたいな、ね、使わねえけど日本であるんですか、こういう施設、ただその教養のという意味ですか、なんか普通になんか申し込めば使えるようあるのか、ね、いやというか外に出したがらないかな、そうですよね、そういうのを日本で含めて囲いたいんじゃないのかなっていうのは、その施設までね、教養の施設としてはありそうにないね、なんかこう立川市フォーカスグループ立川辺りあるかもしれない、商工会議所がなんかこう用意してる非常になんというか、まあいいです、その話は。はい、何をテストプレイするべきかということで、内容ですね、そこに必要なものっていうことをですね書いてます、販売品にできるだけ近いブック、はい、まあそうですね、箱も含む、うん、きついですけど、予備のコンポーネントもあって、まあそれはそうですね、なんかコマがもうちょっと必要じゃないっていうシチュエーションは案外あるので、ぴったりを用意していくより多めに用意していった方がいいっていうのはその通りです。でメモの材料、録画手段、録画はね、なんかどうなんですかね、自分はそこスマホ回して録画まではやらないんですけど、確かにその目線とか雰囲気とかっていうのを見直したいっていう場合はあると思うので、本格的にやる場合は確かにそのスマホ録画っていうのは やっていいかもしれないですね、できるならやった方がいいでしょう、うん、もちろんそのできないというのはいろんな意味ですけど、うんうん、まあしたくないとかね、とかね、単純に。それからアンケート用紙、アンケートを
後で取るよ、取るといいですよとか書式を作るといいですよっていうのがあって、これもかなりその方法とを確立してるゲームの話、ジャンルの話だなっていう感じがしますね。じゃんけんで取らないんじゃん。俺も取らないです、うん、あのそこで文章に書いてる時点でその生の感想から外れちゃうんで、なるべく口頭で聞くようにしてます、うん。ただ口頭で聞いたら聞いたでなんかその誘導されるとか、そうそうそう、書きたいこともあるかもしれない。そうなんですね、そうなんです、確かにね。わかんないからね、うん、その口頭で言うことによって声の大きい人が勝っちゃうっていうこともありますからね、うん、書く方が得意な人もいるし、ただそれはまあケースバイケースですよね。そのノウハウ、あのアンケートとか質問項目とかのノウハウが日本の我々の分業界に足りてないのは確かだと思うので、それはもうちょっとあってもいいかなとは思いますね。でもコロコロ堂さんがこの間そういうのを作ろうと思うんですけどどう思いますかってツイッターで聞いたら、あのそれは段階によると思いますからみたいな答えが大半だったらしいですね。まだそういうノウハウが作られるには至っていないと。ここにもその具体的な項目はそんなに書いてないです。次、これ非常にアメリカ的だと思うんですが、録画ソースとアンケートの回答を使用する法的な権利をデザイナーが持ち、テストプレイヤーにゲーム販売時まで秘密を使わせる証書っていう、非常に具体的に書いていて、なるほどと思いました。これデジタルはやってるんですか。面白かったです、さすがに、ね、さすがに会社がやるようになれば当然こういうことはやるはずです。会社がやって、その所業的にその、だからまあバイトというかお金を払ってテストプレイヤーを集めるんだったらこれはむしろ楽でじゃないですか。別にその対価の一部としてまあそういうことが義務が生じるわけだから、その辺の人たちにやってもらうとなると話がだいぶ変わってくるというか、うんうん。でその右にちょっと引用で書いているのは、その録画とかの話に絡めて、ゲームはゲームの内容物に関するどんな質問にも答えるべきではありませんという、デザイナーがそれ言っちゃうと意味がないよと、ですね、人々がルール構造を見た目にどこでつまずくかを観察することこそあなたがそこにいる目的です。それを見ることが大事だし、接触を見ることが大事、見てたら分かるというのは結構言いますね。ただそのルールを読むこと自体もテストの一部に入っているので、そのルールだけ渡してこれテストしてっていう方が効果はあるっていうのは、ちょっと前にやったあの、なんだっけ、ゲームを開けてくる、S のメソドロジーのやったじゃないですか。あれでもなんか全然普通の市販の製品でみんななんかものすごいことばっかりやってたじゃないですか。すごいですよね。なんか一人がこう読んでるけど途中でもいやいや違います。いや違います。それは普通である。いやすげえなと思います。すげえな。やっぱりまあだからテストをやって。それを見るとテストをやった方がいいというその結論も出せるし、本当に意味あるのかみたいな結論も出せるわけですよ。ボドルールって概要あんまり書かないじゃないですか。なんか大体こんなに読んだよっていう項目がないから、順番に読んでると分かんねえよってなるんですよ、まあ、あることもありないこともあり、概要書いてあるの結構最近多いですよね。でもその概要って本当になんか3行ですからね。概要書き方もいろいろ問題だけどね。その概要を読んだだけである程度その輪郭がつかめるってほどの概要はないですね。ですね、それに誤解を与える場合もあるしね。そうですね。そうですね。そうですね。難しいと思いますね。はい、なんかそれ書くほどのルールの分量かみたいなことはよく思います。もう直接ルールに当たってくれた方が早いっていう。でもそのルールのを読み下すようなテストをしてないって思えるような国内作品は結構多いですね。まあありますよ、もちろん、ね、しょうがないですけどね、それは。でテストプレイが終わったら何をしてもらうかっていうのが次のページです。テストプレイが終わったらまずアンケート用紙に記入してもらう。次、テストプレイヤーにゲームの何が気に入って何が気に入らなかったか、問題がありそうなこと、ゲームをよりよく理解するために役立ちそうなことを質問する、うん、割となんか普通に聞くんだなと思いました、うん、アンケートに記入してもらってから聞くっていうのはまあ多分その考えを先に整理してもらうっていう意味なんだろうなと思います、うん、
で確かにそのいきなり口頭で聞くとなんか整理されてなかったりとか、なんかなんとなくこうつまんなかったっていう感情が先に立っちゃうので、なんかそれをこう一回書いてもらうことによって考えの次元を上げてもらうっていう、レベルを上げてもらうっていうのはなんかあるというか有効な気がします。確かに。それから間違ったプレーを目撃したらどうして思い違いをしたのかを明らかにする。これは重要ですね、すごく。間違ったプレーをしたときに、すごく些細なことがつまずきの石になっているっていうようなことはあるので、なんかサイコロの数が多いとか、はいはいはい、山札の分け方が、分け方がセットアップが明確でないとか、そんなことですね。まあ、だいたいルールが書き方が明確じゃない時だと思うけど、ね、そうですね。そのなんかそのそれがなんか具体的にどこかみたいなのってあれが気づきませんからね。で、あともう一つ重要なのがテストプレイに謝礼を支払いクレジットに入れるための名前を正確に記入してもらう。忘れがちです。クレジットに入れるための名前っていうのは忘れがちです。でもその権利というか、その人にやってもらったっていうことを明らかにするためには案外大切なことで、テストプレイヤーの名前が入っていないゲームが割とあるんですけど、あんまり良くないなとは思いますから。うちは絶対書かないん？うちは書いてないから。あ、書いてないんですか？うん、そう、なんか人によるとは言うんですよ。なんか事情があったりとか、ポリシー上とか。書かれるのもあんまり好きじゃないから、俺が。あ、そう、なるほどね。だから、名前入れための正確にっていうのは入れるかどうかを含めてってことじゃないですか。そうだと思います。書かない、希望しない場合はチェックをつけてくださいとか、自分はなるべく書きます。前の 別のコラムでセリンカが書いてましたけど、なんかそのなるべくその 誰が協力してくれたのかっていうことを明らかにするっていうか、自分一人で作ってるゲームではないので、その人たちがいないとできてないゲームだなっていうのはやっぱり完成すればするほど実感が湧くので、そこはなんか書くことによって、なんかその私一人のゲームじゃありませんみたいな気持ちがあるって個人的にはですよ、で俺は思うんだけど、まあそれはでも人によりけりなんでね。テストプレイヤーの名前ぐらい書いたのかな、確か俺は。うん、でまあそれでいいでしょう。そう、うん、別にまあ、そうそうそう、なんかテストプレイに参加してくれた皆さんとかでもいいと思うんですよ、それは別にね。けどその特にここの名前の部分っていうのは、なんかその何か権利とかそういうものを何ですか、お礼とかそういうものを明確にするため、責任証を明確にするためのことなのかなっていうふうに思います。やっとけみたいな。だからちょっと思うのはね、デザイナーは自分の意思でデザインをして作るわけじゃない、はい、でテストプレイヤーってなんかたまたまそこにいたからそうやって声かけられるような場合が普通じゃないのかな。うん、そうですよ。そうなるとそれを指示して、実は指示しないことも当然あるし、なかなかちょっとその辺ね、確かにテストプレイヤーの名前もか一緒に作ったんだからっていうのもあるんだけど、ちょっと微妙な感じもするな。あ作品か商品かみたいなすごい感じがしますよね。うん、あそう、うん、どうしてもやっぱり遊ばせるものだから、作品としてこうやってしまうと、どうしようもなくなってしまうというのはあると思うので、どういうこと？作品だとすると書くべき感じですか？結局ゲームを遊ばせるためにあるので、うん、作品として自分だけで成立させようとしても、うん、まあ、結局無理になっちゃう場合が多いと。そうですね。だから何らかのやっぱりフィードバックとか、そういうものを人に見せて、それによって変えるっていうことはどうしても必要になるけど、でそれは普通の作品の観点から言ってやっぱりちょっと変じゃないですか。そうですね。ちょっと違うっていうより、やっぱりちょっと質が違うところある、小説書くのとは違うっていうことですよね。そうそうそう。で小説もまあ人に評を求めて直すことはあるかもしれないけど、それとやっぱり根本的に違う。違う、根本的に違うね。そういうなんか宿命のようなもの。そうですね。そうですね。やってもらわないと機能するかどうかも分かんないですよね、うん、テストプレイなしでってことは原理的にはできなくないけど、こんなほぼ実装的には不可能ですからね、まあ、いいゲームができるとは思えないね、うん、自分の基準が分かんなくなる。
デジタルゲーム、あの昔あの個人で出してた時は、その時は、うん、あの全部テストプレイ書いてたんですね、はいはいはい、これ見ると書かないんだよな、うん、まあ、みんながそうしてるからっていうのがあるんだけど、デジタルプレイは一人でのテストプレイは別に、不可能とまでは言えないでしょう、うん、いや、でも、まあ、まあ、もちろんマルチプレイじゃないという前提がありますよ、シングルプレイだったら、まあ、まあ、もちろんあの別にあのその可能だからってそうするっていうわけじゃないですけど、うん、まあ、シングルプレイだと全部一人で作ってね、全部やってるのも今もありますからね、全然あるから、うん、別にまあ、マルチプレイでやるからこそもなんか保守的な違いなわけなので、そうね、うん、やっぱあの作ってると、自分は作ってることっていうのがそんなになん、なんていうか、あのなんですか、ゲーム作ってることってそんなに作家性がすごく強いとは思ってないんですよね、うん、いや、そうなんですよ、その作家性はある程度主張しなくてはいけないんですよ、あのコースターに名前書いてある書いた人がに怒られますから主張しなきゃいけないんだけど、でもそのなんか自分が作ってるのだって別にある程度はその何もかも能動的にやってるわけじゃなくて、ある程度はその人のからの影響だったりなんかそんなものから影響を含んでて受動的なもんだし、そういう意味ではその周りにもう人たまたまいて巻き込んだ人と同じで、何かしら受動的なものがあって、なんかゲームができているっていうその作品に対して負ってる責任が、作者、その作者性っていうのがめちゃくちゃ強いかっていうと、そんなこともないと思ってるんですよね。だから難しいもんね、うん。ゲームをどこを評価するのっていうので、あの同人ゲームっていうのにあの完成度ではなくて、いわゆるイノベーティブなところとか、はいはいはい、そういうものをあの求める人とか、うん、まあ、たくさんいるでしょう。はい、いると思います。ちなみにとそのタイプ、そこら辺もあの俺もなんか分けられてなくて、多分どうなんでしょうね。あの、その、うん、それも難しいもんね。完成。俺なんかもうあの。例えばもうイノベーション派なんで、はいはいはい、例えばあのすごいこれは革新的だなと思って、でもそれはあのこれを使えば絶対に黒が勝ちますよとか、いやそこは直せるじゃんみたいな話であって、でも商品としてそれはもう成立してないですよねって話になるかもしれないけど、なんかそれでいいと思っちゃう、商品としてね成立してなくもないと思うけど、まあ動物商品はご手絶対出すけど、ね、全然全然それは別にいいんですよね、そう、それはあのそれが自明でさえなければいいんですよ、ゴブレットゴブラズだってあんまりあっさり分かっちゃうもんね、だってなんかあの必勝手にあるって言ってますけど、それが自明じゃないから、ちゃんと子供向けのボードゲームとしては立派に通用するんですよ、うん、それうちの子で自称しましたから、それあのだし別に何だろう、革新的なものを作っててなんでしょうね、ごめんなさい、うまく言えないのでちょっとパスしま す, す、ね、だから今多分その辺は結構割れてると思うんですよね、はい、うん、バレてるというか、あの一人の人の中でも結構難しい問題だ、なかなか簡単に言えないね、うん、なんか商業を目指すべきみたいな空気は何かありますかね、なんか商業を目指すべきみたいな、ありますね、今ね、すごくありますね、不思議ですよね、不思議です、不思議ですよね、なんであんなところを目指したいの、うん、まあ、いや1回で出したいはありますよ、1回出したいはありますよ、まあ、出してみたいまでは分からんではないですけど、うんうん、商業を、あ、俺の場合は商業みたいなゲームを作りたいはあるんですよ、なんかあのカルカソンヌみたいなゲームを作りたい、カタンみたいなゲームを作りたいみたいなのはあるんですよ、でもそれはあのハンスイングループからゲームを出したいわけでは別にないんですよね、別にそういうどっかの会社と契約をしました、ゲームを作りましたではなくて、質があんな感じであれば構わないんですよね、それが同人であろうが商業であろうが出版形態とかは何でもよくって、ただあんなにあんな風に面白いゲームを作りたいという夢はありますけど、それをしてなんか商業みたいなゲームを目指すっていうのはあります、でもそういうタイプで意味で商業みたいなゲーム出したいという人と商業目指したいという人は違います、で後者が多いのは俺も謎です、一回だからそういうなんかプロフェッショナルな世界を覗いてみたいというのはすごく分かるので、うん、その意味であれば一、ね、回やってみたいは分かるんです、はい、なんかそのなりたいっていうのはまた違うじゃないですか、はい、いやなりたいとは全然思ったけど、なりたいっていうのはそのなりわいとしてなりたいということだと思うんですけど、ですよね、 それはちょっと分からないな、やっぱり、うん、
ちょっと、いや、ゲームデザイナーって大変だと思うけどね。大変そうですよ、専業は。で、なりたいというか、その仕事にしたいって言って、うん、実際その専業ですって言ってる人っていっぱいいますけど、それこの間の同人誌に書いたんですけど、やっぱりその既存の産業が中で、今の普通の会社の中で、例えば翻訳者とかなんとかって、会社員とかエンジニアとかでやっていくのがきつくって、じゃあボードゲーム業界だったら、なんかそのまだそんなにきつい業界でない、小さい業界だし、仕事も逆ですよね、絶対一番むしろきつい、本当はね、本当はきついんだけど、その品質のキスじゃないんですよね。だから品質に対する何ていうか基準とかが担保されてなくて、こう、うぞうむぞうの世界だから、締め付けはきつくない。ある程度何やっても通用してしまうみたいなところはあるんですよ。だからそれでプロフェッショナルって言ってしまえるような空気があって。ついこの間の芥川賞だか直木賞だか受賞した人が、小説家になりたかったって言ったのが、なんかすごく私は おかしく感じて、そうですね、良い小説を書きたいんじゃないんだよね、うん、小説家になりたかったってすごい言い方するなと、ね、正直ですね、正直ですね、そうですね、うん、小説家になりたかったと、どうしてもなんかこう大いなる女装とか、そういうなんかここで殺人が起きるぞみたいな、そういう印象が今日もあの少年ジャンプの編集なんだっけ、漫画賞かなんかの人のツイートがありましたよ、質問箱で来ていて、漫画家になりたい、なるためにはどうすればいいかっていう、その大事なことを教えてくださいっていうんで、漫画を描くことですって答えて、漫画を描きたいのか、漫画家になりたいのかっていうのを明確にしておか、うん、どっちなのかを明確にしておかないと、後々苦労しますって。漫画はまあ、だから描きたいなら描きたいわけだから、漫画家になりたいって言うことは、それは漫画を描きたいんじゃなくて、漫画家になりたいんじゃないですか。有名になりたいで、その有名になりたいの一個として漫画家を選んだの人は絶対います。まあいるんじゃないですか、うん、別にまあだから、ね、それで描ければいいですよね、別に、まあ、描けて面白いの作ればってね、なりわいにできてれば別にいいと思います。別にボードゲーム だって別に商売したいと思って商売できてるからいいんですよ。なんかすごい読みたしいこと言うと、俺はコミケに来てる人で、コミケ専業でやってる人、自分を真ん中って言ってる人はあんまりいないと思うんですよ。あ、はいはいはい、ゲームマーケットに出してる人、自分ゲームデザインになってる人すごいたくさんいるんだよね。ああ、そうなんですね、いるんですね。あの辺の自己定義はよくわからない。ゲームデザイナー、まあそうか、漫画家っていうのはやっぱりその、職業っていうニュアンスが出てくる、そう、やっぱ出てくるんだと、うん、ゲームデザイナーはそんなに職業感がないっていうことも、うん、ないですね、うん、まあないですよね、ないですよ、そんな食えないしな、そう、食えないですね。でも一応プロフ、ツイッターのプロフにゲーム、インディーゲームデザイナーだよって言ってね、日曜ゲームデザイナーだよっていう、ちゃんとね、趣味だよって断ってますから、この方だけボランティアが翻訳みたいな、そう翻訳家、ボランティアも翻訳家でいいでしょ金もらってないですか、とはそう、金がそうそれはね、そう、なんかこういう話が盛り上がるのは、やっぱりこのコラムが非常にそのプロ向きだっていう性格じゃないですよね。そう、だから今こんな話ばっかりになってくるんだと思います。割とその雑談ですけど、必然性はありますね、非常に成立してるんだなっていうね。ね、そうだね、はい、やっぱり市場が大きいんですかね。ね、いやでもね、やっぱり結局市場が成立しちゃうとゲームってつまんなくなるんですよね。そうですね。だって確実に市場が成立してなかった頃のドイツのゲームの方がまあ面白いわけですよね。そうです、そう思います。それはそうだね。最近つまんないですよね。明らかにレベルが落ちてる。か今のね、ギークがほとんど表面をなぞってあげたら全く見る価値のないサイトになって、潜らないと。そう、なんかそう。どの感想も やっぱりその作者に配慮したものになっていて、なんか何見ても6ぐらいの評価がつくじゃないですか。そこは別に、まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、どこまでの振り幅で書きたいかだから、別に6から10の5段階なら、それはそれで別に
いいんだけど。ああそうですね、そうですね。一回テストプレイをするごとに失われるものがあると考えるべきだと思うんですよね。一回ちゃんとするごとにそのちゃんとする代は何かを払ってるぞみたいなのは、そのコミュニティに対してコミュニティから何かを失わせるという行為でもあるというのをもうちょっとなんか特にアメリカの商業の人たちは真面目に考えた方がいいんじゃないのかってなんか割と思いますよ、ね、うん、と思うけど、でもその方が売れるわけでしょ。だからそう、だから そういうことを考えていてお前たちはいつもたってもつまらないゲームしか作れないということをああのテストプレイをすることによってなんかその、うん、あの平準化するからものな、ゲームの内容が平準化して、そのとんがったものっていうのがちょっと失われていくからっていうようなことでしょう。だカタンとかってなんだかんだ言ってあれはあのハリウッドのあの辺のでかいところまではいかないわけですよ、ね、マーベルまでいかないわけですよ、ディズニーとこまでは、うん、あの辺でせいぜいインディペンデント大ヒットぐらいのもんですよ、はい、だから、うん、あのまだ作品としてなんですか見るところがあるというような感じがするけど、今はね本当にハリウッド大作主義みたいなところに近づいていっている感じがしますね。やっぱりハンズイグルクが面白かったのは社長が一人でやってたこのマネージしてるのあれ、あれストレンジってハンスでしたっけ？ストレンジハンスです。であのしかも社長の社長が自分の趣味で、あのダイスストレイをダイスカップをやったら豪華にしたようなね、うん、ああいうのをね。ね、でも負けると思うんだけどデジタルゲームとかって。ね。負けるし、そこに魅力を見出すべきではないんですよね。いや、デジタルゲームでさえトリプル A の面白さってだいぶ怪しくなってきてるでしょ。うん、そうそう、ね。まあまあ耳痛いですよ。うん、暗い話。まあ、いやまあ、ただその商業的なあのどう言ったら、対面を整えることには良し悪しはあるんですよ。やっぱり。それは特に、このアメリカのゲーム業界に関してはあのそういうことはどう思ってるんですかというのを聞いてみたい感じがしますね。あなたたちはドイツゲームをつまらなくした人たちなんですよっていうのをはっきりさせておきたい。ね。それは思います。あの、そう。キックスターター見るたびに思います。キックスターターの受け方みたいな、そういう本たくさんありますからね。そう。なんかあの半日でファンディングゴール達成しました、2日でファンディングゴール達成しました、それが何なのキックスターター以前からもだってもう、その傾向ありますけど、やっぱり特になんかそのあのクラファンを導入してから特にそういうあの見た目受けの傾向が強くなったなと思ってすごく嫌ですね。あまりにも丸腰でやってきたそのかわいそうな同時の人たちになんかこういうことを教え込みたいのはそれはまあ良いことだと思うんですけど、そう、まあ、10年前の本ですからねこれ。そうそれは加味してもらわなきゃいけないです。これ10年前の本だよっていう。あれ10年だっけ？10年ぐらいじゃないですか。もっと前だ。10年0年代じゃなかったっけ？11年です。10年前ですね。大体。10年前か。別になんかこういう、そうですね。だからこの本を手に取る人の中でも、あのちゃんと読んで学ぶといいよって人と、うん、お前はちょっとなんていうか、あのもうちょっと前に都合つけとけって人がまあいるわけです。そういえばテストのしすぎってちょっと話それます、それというか、まあ、あの変わるかよく分からないですけど、もうちょっとミクロなことを言うと、合唱でね、あのよくコンクール至上主義の弊害みたいなことが言われるんですよ、何かあの、まあ、朝日新聞社が主催して合唱連盟、日本合唱連盟のコンクールにやってて、それをまあ、特に学生はみんな目指すわけです、うん、で学生目指して強豪校があの福島とかから出たり、東北合唱強いんですよね、うん、そういう文化があるんですけれども、うん、そういうのって合唱って本当にあの上位校っていうのはそれこそ甲子園みたいに、うん、あの気が来るような練習、うん、合唱に限るといろんなのあり、ね、気が来てもあるし、合唱は特に大会経過が強いっていうのはなんか割と共通見解としてなんか言われますよね、はいはい、吹奏楽もそうですけどね、そう合唱とか吹奏楽は本当に大会のあれが強いんで、うん、めちゃくちゃ練習して燃え尽きてみんなみたいな感じのモデルがあるんですけど、その時に公表者の人が、まあ、なんかで言ってたんですよ、いつだか言ってたんですけど、たくさん練習すればするほど新鮮な感動はある意味色あせちゃうんだよっていうね、うん、同じ曲何遍も練習するわけですからね、まあ、ねでそこの精度だけ上げていってもしょうがねえみたいなね、まあ、ね
それ難しい、すんげえ難しい曲やってたりして、高校生とか大人でも普通できないような曲をたくさんやってるわけですけど、それを精度上げて完璧にやることがどんだけ偉いのっていう、うん、感じで、ゲームもなんかそういうとこはテストプレイしてるとある気がしていて、うん、テストしてるとやっぱり自分の中ですげえっていくのを感じるんですよね、うん、テストのしてそのゲーム等のゲームが、でなんかすんげえテストした結果鳴らされちゃって、なんか自分がやってもこのゲーム面白いのかつまんないのかもう分かんないみたいな感じ、うん、いやもううちそれになったんでもう動かしました、うん、ですよね、そうそう、それがいいと思うよ、うん、これ以上言ってもしゃあないわ、なんか本当はそうなる前のところがどっかに残っててゲームを出すぐらいがいいはずなんですけど、そのテストをするっていうことが、そうだからそんなにいいことみたいな、テストをして穴を取り除いてバランスを取る、でプレイヤーの感でなんかこういい勝負ができたように見せることがそんなにいいことなのかっていうような疑念はありますね、ずっとあります。だからバランスが悪くてもそこを放置しておくことって実は大事なんじゃないっていう、うん、です。まあ伝統ゲームなんかバランスは悪いの多いもん、めちゃくちゃですよね、うん、でもなんかそれが楽しかったりしますからね、スカートなんかやってるとね、あのグランが勝つゲームバランスのいいとか悪いとかじゃないですか、なんでこうなったのみたいな、うん、確かに。でもそのなんか10回に1回ぐらいなんか自分の親番で なんか1枚が勝敗を分けたみたいな空間もあって、そういう時は楽しいわけじゃないですか。あれはなんかどっちかというとなんでこうなったのというより、あ、こうなってしまったのねのなんかこう余計な過程を、過程一歩一歩の過程は全部分かる感じするんですよ、マジで。違うテストの難しさですね。そうそうそう。で最後に誰とっていうのは、まあ、販売対象層テストプレイをすべきですって書いてあって、うん、やり方が勧誘の仕方とかが、うん、仕方とかどんな人が向いてるのかっていうことは主に書いてますけど、まあはしょってますし、そんなに重要なことではないです。うん、というか日本でそういうことを実践するのは不可能に近いと思うんで。うんうん、まあ、子供向けゲームってやるのはね、うん、あでも子供向けゲーム作んないでしょ、みんなそんなには。作んないです。うん、でしょうね。というか子ども向けゲームは実際に子どもを持ってみると特に実感しますけど、難しいです。大人よりもずっと難しいです。だから子どもを持ってみて、ああ子ども向けゲームってプロがやんなきゃダメなんだなと思いました。だからそれはこれはもう幅に任せようと思いました。確かに、はい、子ども向けというか初心者も全部含めて、子供向けの特段、やっぱり子供向けは特にって感じだったです。初心者の気持ちになることはできなくはないと思うんですけど、うん、大人の初心者向けはできると思うんですよ、自分がまだ覚えてるから。だけど子供のそのなんていうか認識がまだ未成熟な0歳一桁の子供っていうのは本当に分かんないので、子供特有の挙動は我々には分からんのですよ、うん、ね。あと評価が難しい、はい、ルール見てこれ面白いのかな、全然ダメじゃないかと思ったけど、子供と一緒にやるとすごく面白かった。最近の経験は パクモグね、パクモグって知ってますか、ね、あれね、なんだこのゲームと思ったけど、子供とやるとね乗るんだよ、子供が食べる真似っていうのがね面白いんだよね。あ、面白そうですね、うん、確かに、うん、好きそうです。だからルールを見たときはこっちはそういう発想がなかったから、うん、もうそれやりたがるの、うん、要するに出題者と回答者に分かるんだけど、出題者をみんながやりたがるの、うん、面白いな、すごいですね、うん、だからそういう風になるってことを全然予想できなかったっていうところにちょっとカルチャーショックが、いやでもそれは大人としては普通のことです。まあね、育てても分かんないし、だからますます子供ゲームの評価は難しいし、はい、はい、そうやっぱり子供のことは子供のプロじゃないと分かんないっていうところがありますね。本当幅に任せようって思いました。幅ってどうやって作ってるのかね、あのね、やっぱその子供テストプレイテストプレイほらおじさんがお菓子あげるよなるほど、企業として持ってるから、その何ですか、その定期的にパパのゲームでテストプレイヤーの名前書いてる見たことないそれは本当ですね
名前出しちゃうといろいろとその問題があるんでしょうね。そうですね、うん、そうか。ブラインドでなんかその匿名でやるからそういうテストプレイ会っていうのを開いてたりするんじゃないですかね。まあ何しろ子供向けゲームはマーケットがはるかにでかいですからね、うん、大人向けゲームは。そうそうそターゲット親ですからね。じいちゃんばあちゃんです。のアニュアルレポートなんか読んでも大人向けゲームの話なんか一行も出てこないですから。多分今主力なん主力なんでしょうね。やっぱりチークが基本になるんじゃないですか。チークはもちろんパズル、もともとパズルメーカーですけど、ジグソーパズルじゃん。いや、ジグソーパズル。私もともと主力ですけど、ゲームの中ではやっぱりチーク系の子供玩具だと思いますよ。いや、あの比較的最初東京の茶所あったんで、まあ、今回ちょっと、あの行けなかったですか、ちょっと行けなかったんで、あのトイジャーナルっていうおもちゃ業界の専門誌で、どんなのあったかなって見たんですけど、やっぱ全然違うなと思って、一応ゲームに近いのでも何だろう、トレンドになってるのが、まあ、恐竜は別としてチークと、あとやっぱりその何だろう、ゲームとかでもなんかオセロの本当 3D のやつとかなんですよ。またね、あの要はあのやってみたら分かるんですけど、分かるわけないんですよ。あのオセロ 3D、 3D あ草間さんが作ったやついやいや 3D ではないですよ。あまあなんていうか立体は立体だけど、いや純然たる 3D ではない。いやもうあの認識できるわけないんですけど、要するにそのあのゲーマーだと絶対やっちゃいけない、そのなんだろう、他の人がちゃちゃ入れてこうなんじゃないっていうのが、むしろプラスとしてはこれなんですけど、まあ、認識できるわけないですよね。そうそう、こう出っ張ってるのがすごいですね。と言っていいのかどうか、だからここいわゆる3つの次元が公平にあるわけではない。はいはいはい、一歩起こしているよ、なんで、あだこうだ、まあ、家族で、まあ、これを繰り返るのかどうかみたいな、そういう議論が始まる。なんやかんや言いながら、はいはいはい、なるほど、それいいよねっていうぐらいの感じになったりするから、その家族が参加するっていうところに焦点を当ててるわけですね。それはだから おもちゃに近いってことかね。そう、ゲームよりね。そうですね。でもそれはいいんじゃない、いいことなんじゃないですかね。それはそれでね、でもゲーマーとしてはなんかすごく不満を感じる。ちょっとルール違うじゃないかみたいな。もちろん斜めだって言ってくれるこれですからね。そうそう。あ、そうそう。で、誰とってあの聞くときに、その誰を相手にするかっていうのに、時にその確認したいこととして、そのプレイヤーは何が好きかっていうのを確認しろっていう、それは結構重要ですよね。テスターはそもそも何が好きだからこういう意見を出すのかっていう、だからターゲットユーザーをあの何ですか、購買対象として見極めるために必要なことで、その質問の具体的な例をこの引用の右に挙げてます。これは結構有用です。どんなゲームを遊んでいるか、どのくらいの頻度で、お気に入りのゲームとその理由は、お店にあるゲームを選ぶきっかけは、ゲームを見限ろうと思わせるものはっていうね、これでなんかその3時間ゲーが好きな人に20分ゲーの評価をしてもらってもちょっとずれるところっていうのはあるわけですね。まあ、もっともなんだけど、なんていうか意外性が出てこないような気もするけどね。あ、そうですね、その、はい、同じこういうのが好きなタイプの人にこのゲームやってもらうっていうと、はいはいはい、まあ、面白いとは思うと思うんだけど、こう意外な面白さを感じるというふうになかなかないところがあるから、それもそれでよしやしかな。そうですね、なんかやっぱり確実に売れるためにはみたいな気配がここにありますね。なんかモルドはシリーズ通じてそういうスタンスなので、ね、しょうがないところであるんですけど、ね、よくもプロフェッショナルとしてそうですね。だからまあそういう意味で一貫してるんだから、はい、逆にそういう評価はできるよね、まあ、本当になんか良くも悪くもって感じです、いいんじゃないでしょうか。はい、オーラスですか。次はオーラスです。で、次はオーラスです。第4章の最初のやつですね。はい、スティーブ・ジャクソンの試作品の驚くべき誤り。お前イルミナティをここにかけたテストの基準にかけてみるよって話ですよ。なんじゃあれは。あの、分からないようでしたっけ。終わらない、終わらないか。ここのやつは、ここに並んでるやつも非常に面白いので、もうこのままですね、悪い試作品の見本をアンチパターンとして示すということで、自分のところに送られてきたものにこんなすごいものがあったっていうのを匿名で紹介してくれてます。いいですね。はい、まず、イルミナティとか。
はい、じゃあいきます。最初、杉田でも及ばざるが如し、そのデザイナーは自分のゲームで使うカウンターの数に我々が難色を示すだろうと懸念した。そのためより少ない数のカウンターの客先に送ってきた。備品が足りなくてゲームを最後まで遊べなかった。当たり前ですね。ああそういうことか。はいはい。だからカウンターが多すぎると商業的にそのコストが高くてきついよっていうことなんですね。そうです、そうです、うん、だからそれを隠したいから入れてこなくて、なんか少ないゲームであるかのように見せていたってことです。横山さんからコメント、フォーカスグループでコメントが入ったので後で読みますね。はい、何グループ？フォーカスグループ。あ、さっき言ってました。デザイナーが自分のゲームを理解していないという第一印象を与える、うん、まず良くない。さらにゲームプレイに関する情報を出版元になるかもしれない相手から隠していると分かるのは致命的である。そうです、当たり前ですね。すぐ分かるだろこんな、はい、せめて正直に行こうよと思いますね。この役はなんか役のタイトルがよく分かんないですね。杉田でも呼ばざるが如し、うん、多分その慣用句をそのまま慣用句として移してきただけなんじゃないですかね。これは、ね、はい、だから足りないっていうことだと思いますね。これは足りない方ですね、はい。で次が多すぎてもいけないので、そういうことですね、はい、多すぎてもいけない、そのデザイナーはゲームのプレイニーズを2から8人だと明記し、8人で遊ぶのに十分なきちんとしたルールと備品を送ってきた。その後彼は3から5人でしかそのゲームをプレイしていないことが分かった。2人や6人以上では一度もテストしていなかったので、はいはいはい、で皮肉なことに我々にとって3から5人のゲームは苦手もないものだ。だから正直に書いたらそれはそれでいいんだよっていう。なんか別に出版されたゲームでもこういうのよくありますよね。ありますね。お前本当にこれで6人みたいな。そう、でも8人で遊べるゲームは魅力だけどな。そうなんですね。まあそうですね、うん、8人で遊べるってだけで確かになんかこうありはありみたいな感じにはなっちゃう、はい、原文だとレスイズモア、レスイズモアは確かに、過ぎたら及ばざるが如しと、まあ、一般的には1対1なんですけど、うん、レスの方が主語ですからね、これ、うん、レスの方が主語だから足りないっていうのは過剰なのと同じだって言ってるんで、うん、ここで言ってるのは足りないっていうことの方なんで、うん、ここでは誤訳ですね、うん、普通は普通はこの訳でいいんですけど、この内容には合ってない。はい、うん、で次はモアイズレスなんで、まあ、そっちはそうですよ、ね、ああなるほどです、うん、レスイズモアとモアイズレスですね、うん、ああまあ難しいですけどね、難しいけど、まあ、誤訳とは言わざるを得ないです、ね、誤訳です、はい、うん、少なすぎてはいけないと多すぎてもいけないっていうふうに直訳にすべきです。これはそう、でもこのプレイ人数はただ分かるところはあるんですよね。な応募するときに理屈としてやっぱり2から4のレンジには対応したいとか言うとき、はいはい、でも4でプレイするのがどうしてもしんどいっていうときはやっぱあるので、なんか4は1回しかやってないとかそういうことはあります。でほとんどの叩きは2でかけてるとか、はいはい、だそうするとやっぱり2人ベストになるから、じゃあ2人ゲームにするのが本当はいいんだけど、うん、2人ゲームだと売れないから2か4にするとか、うちもやりましたね、うん、見てもらいます、爆買いの時に4人でテストプレイしましたって、 4だけでは絶対で売れないんで、4、5にして、5はまだ まあ、そんなにできてませんって正直書いてます、うん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 、確か。いや正直に書くのはいいと思いますよ、うん、俺もなんかマニュアルで応募して、この間 SE に応募して、うん、おかげさまで佳作をいただきました、ありがとうございます、うん、一応審査はきちんとしてみたいですね。そうですね、正直に言ったら3、4、5で4でしかプレイしてないは別にそこまで悪印象はないと思うんですよ、うん、そういう審査みたいな、あるいはもちろん、うん、2と3以上があるゲームで2しかやってないはか、あるいは2でフォーカスしちゃうはかなり印象悪いです。そうですね、2と3以上全然違いますからね、4、5と6以上は違いますもんね、違いますね、2と3以上のどれかの2つはやってほしいって感じですね、はい、その 2とマルチであったら、うん、どれも SNE 応募作は2と3でやりましたね、うん、主に1、2、3でやりました、うん、デバッグは結構1で正直やりましたけど、うん、まあ、3でも回ることは確認してたんで、それはいいんじゃないかなっていう感じですね。そう、人数プレイは結構難しいので、まあ、気持ちは分かるなって感じですね。ただやっぱり
めんどくさいけどやんなきゃいけないですね。古い内容物、どういうことかというと、そのデザイナーは自分でやった最後のテストプレイをもとに新しいカードを作成したけれど、その新しいカードに対応するようにルールを書き直していなかった。はい、これによってそのデザイナーが注意散漫であることが分かり、我々は徹底的にテストプレイをしたという彼の主張を疑うことになった。そりゃそうでしょう。まあでもテストプレイをしたというのと、それにテストプレイ用にルールを書いたのはまた別の話ですからね。難しいですけど、そう思われても、まあ、まあでも 見る側としてはね、見る側としてはこう言わざるを得ない。まあそうです、まあそりゃ そりゃそうだよなという感じですね。そうです、そうですね、次、よし、ゾウも入れてしまおう。ゾウはかっこいいからな。そのデザイナーは新しいカードについて素晴らしいアイデアを持っていた。最後のテストプレイの後にそれらを追加し、テストしていないカードを我々に送ってきた。ありがちです。これ分かる、分かる。なんていうの、雑誌付録とかプロモカードっていうのは半分ぐらいこういうんじゃないかと若干疑っている、そうですね、そう思います。プロモカードならいいですけど、ゲームですよね、これって。これゲームですけど、まだその、なんだろう、入れ替えで、まあ、ドミニオンみたいな感じで入れ替えてたらまだしも、それはでもそういうタイプのカードのことだと思いますよ、これ、その追加可能なカード。だからまだ分かるってやつですね。だからその右に書いてあるのは、この特殊な例ではデザイナーが別のパックを作り、それにあなたがこのゲームを遊んで気に入った場合のみ開けてくださいと記し、自分の意図を説明していれば我々は異議が唱えなかったんだろう。そう、やりがちなこと、これはこの辺は結構なんかその終盤にやりがちなことなので、やっぱりそれについてじゃあどう対処すればいいか、テンパってる時にどう対処すればいいかというのを教えてくれるのでいいんじゃないかなと思いますね。なかなかいいです。はい、次です。やる価値のあることならとことんやって悪いはずがない、そのデザイナーは試作品のカード作成のためにプロのイラストレーターに金を払って依頼した。お、すごいですよね。これはよくあることでって書いてあるのはちょっと、お、本当かみたいな感じします。よくあるんだ。よくあるらしいですよ。本部にこうそう書いてました。よくある。で、出版社がイラストレーターの作品を全く気に入らなかった場合に問題に、まあ、確かにちょっと面倒くさいですね。そうですね、どうしようかなみたいな気分になっちゃいます、で、次に右側がもっと興味深くて、2回僕はデザイナーがイラストをつけたゲームを購入したことがある。そのイラストが本当に気に入ったからだ。もちろんこうしたゲームはどれもまだ出版には至っていない。そこに教訓があるかもしれない。ああ、そう、イラストの方で気に入っちゃったから手に押さえたけどみたいな、そういう、イラストが気に入ったから描いたんだけど、それと気に入ったっていうことと、その商業ベースに乗るっていうことが別だからっていう感じなんでしょうね。まあ、デザイナーが自分のゲームをすごく気に入っちゃって、はい、もうね、これしかないんだって言ってすぐ、プロのイラストに頼んで作っちゃうってことはあるかもしれないです、私の経験ではね、福井さんという人が昔、うちの会に来て、持ってきたゲームは、ソネットってゲームなんですよ、ソネットってロックスートのゲームなのね、で福井さんという人はそんなゲームなんか作ったことなかったんだけど、そのスートが6つあるってことは非常に自分では気に入ってて、後ろのイラストを専門家に任せて作ったんですよ。だからね、ソネットってカード今ちょっと手に入んないけど、テナスっていう名前で綴りを逆にしてね、中野さんがバイスのリメイクしてますけども、元のセナってはすごく裏のイラストが綺麗、すごくいいですよ。イラストで気に入って買ってもいいくらい。ただやっぱりそのテナスって話題にはならなかったですよね。どうだね、そんなにはソネットもね、一時話題になったんだけど、あんまり売れなかったみたいで、でもいっぱい作ったみたいで、誰だっけ、いつばきさんかな、北海道のおもちゃ屋で見つけたっていうから、あ、なるほど、かなりの量一時期出したんだろうなっていう想像をしました。まあ、そう、同人でだとなんかもうイラストレーターというか、その絵師さんはいっぱいいるので、そこにこう依頼して描いてもらってっていうのも出すのもできなくないし、普通の文化ですよね、もはや普通の文化ですけど、試作でってなると絶対トラブルになるから、ね、そうなんですよね。ただやっぱアメリカは広いんで、そういう人もいるんでしょうというか、そう、まあ、それをやりたいんだったら自分でやればいいじゃないっていう話になりますよね。
次です。次なかなかすごいですね。目をつぶってても遊べる、そのデザイナーは木の備品を使ってテストプレイをした。しかし経費節約のため平たい半透明のカウンターコマを我々に送ってきた。それでは彼が雑に色を塗った地図上で見えなくなってしまう。あ、いいですね。いいですよね、これ。心温まる、はい、楽しいですよね、これ。読んでてほっこりしますね、はいはいはい。別のデザイナーは3種類のカードを送ってきた、はい。それぞれが異なるデッキのつもりだったらしいが、裏返し特別がつかなくなった。これはですね、商業ゲームで出版されてあれとかこれとかにちょっと聞かせてやりたい話ですよね。本当ですね、はい、本当です。いっぱいあるぞそういうゲーム、はい。なんかね、そう、商業ゲームでもなんかひどいやついっぱい出ますからね。このレベルのインターフェース考えてないやつは、そのコマ色とこのカードの色は本当に同じだと思ってんのか、うん。なんか一昔前の方がまだ許せたんですね。一昔前はまあそもそも期待をしてなかったからですね。そうだね。でもそれで海外のやつをそのまま送ってきてくれた、海外のやつをそのまま日本語訳だけつけて流し込んでくれてた時代の方がマシなんですよ、うん。それは言えるかもしれない、ね。そこになんか日本語版として変な色を載せるようになってからダメになったと思います、うん。今日本語版をね、低いところで出すことが増えてますから ね、うん。それでは、あのコンポーネントや説明書の質をわざわざ落としてくるので、うん、はい、それはね、ちょっとどうしたらいいんだろうと思ってますけど、まあ個人でできることには限りがあるので、まずは自分がいいゲームを作るっていうことを考えてます。はい。まあ私はこういうことをやるのをやめようということですね、はい。俺はやめようということです。はい。次。これはあまりにひどいので気の利いたくらいつけられないと言ってます。はい。います。そのデザイナーは、ルールの書き直しが必要だと思って、セットアップの部分の書き直しが必要だと思って、ボールペンでぐちゃぐちゃに地図を書き直した。悲しいことに我々は彼の手書き文字を判読できなかった。これはどの辺までが許容範囲かっていうのは微妙なところですね。ニューゲーム相談のところに送られてきた6時間農村というゲームの地図はですね、はい、鉛筆の手書きなんですよ。それ結構消しゴムとかでなんか書き直した跡があるんですよ。大間さんは聞いてます。そんなひどかったんですか。いや俺は別にそういうの嫌いじゃないので、うん、ただまあ吉田は若干なんかちょっとうんと思ったらしいですよ。いやうちがいやまあ、コンポーネント本当はこういう風な方が良かったですよねって言ったら、あ大丈夫です、あなたはまだマシですって言われて、その時に6時間農村とあとパトロネージュを見ました。はいはい、はい。パトロネージュもすごくそうですか。パトロネージュは、いや、写真そのままガンって貼ってますね。そうです。あ別にあのプレイアビリティはそんな悪くないんですよ、うん。それはいいんじゃないですか、なんかむしろ別にテストキットなんですからね、それは。まあ、6時間放送はプレイアビリティは別に悪くなかったので、僕は別にそんな印象悪くないんですけど、やっぱり鉛筆手書きはインパクトは強いですよね。なんか、そう、ニューゲームゾーダーのサイトにすごいこと書いてましたね。でそうな、あのその応募したあの堀健さんでした。堀健さんの部分にもだいぶ怒られた。そうなんだって。そう、字はね、字とあの文字もそうだし、タイポグラフィーもそうなんですけど、やっぱり知らないで、なんかうかつに手書きかっこいいとか、ちょっと雰囲気あるとか、なんか和むとかいう感じでの導入しちゃうと、割と致命、なんか UI という点では致命的なことになるので、そう、まあ、まして。まあ、鉛筆書きはね、まあ、鉛筆やっぱり、まあ、これはボールペンなのでもっとひどいと思うんですけど、そうです、ね、ボールペンってここ直してこうやってなんか6ぐちゃぐちゃ3とかやったら、うんうんね、ちょっとね、だいぶ悪いんですけど、はい、鉛筆書きよりもこれは別に締め切りがなかったのよ。そうそれもまたひどいですよ。別に書き直してちゃんともう一回戻してきれいに書き直してこうやって。まあいや作るのめんどくさいのは非常によく分かるんですよね。そう分かるんだけど、いやでもそこをまあ、せめて手をかけないと。それぐらいはやらないみたいなね。まあ、わかります。そこでいかにそれで持ってくるのは、まあ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 、しゃあないと思う。出発に。いや、もう、いや、俺もね、この間、SNE さんに送ったゲームで、うん、あの、カードをいくつか自前で用意したんですよ。うん、本当、あの、指定のイラストを使うのが基本なんですけど、他にも、夏のビーチのゲームだっていうことで、浮き輪とか、うん、スイカとかっていうゲームを用意したんですね。うん、あのカードを用意したんですね。うん、それで、浮き輪のところには木製の画像が貼りました。うん、木製の画像入りました。スイカはなんかあの緑色の球体からあの血が飛び出しているようなあの画像をペイントで描いて送ったんで、まあ、あんまり人のことは言えないんですけど、でもそれはプレイアビリティを別に損ねてるわけではないので、まあ、そう
まあ、程度問題ですよね。程度問題ですよね。まあ、ここに書かれてる点はダメな方、ダメだ、かなりダメな方です。わかりやすくダメでしょ。右に書いてあるですね、ことも非常に良くてですね、はい、君が自分の殴り書きを読めない人間がいることに気づけないほど、温室育ちだったり、自己中心的だったりするなら、他の人が遊ぶためのルールを書くべきじゃない。うん、他の誰も見たことがないゲームの複雑なルールを書くために、20年の歳月を捧げている人たちの仲間入りをすべきだ。やっぱこう、アメリカにも得たという概念はあるんだなと思いました、ね、はい、素晴らしいですね。で、確かにそうなんですよ、作るという、完成させるというか、ものを作るということはある程度なんか諦めをつけるということなので、まあ、なんかその諦めをつけてある程度体裁を整えて、なんか自分の作品を少し突き放してあげるということなので、それができないんだったらゲームを作るのはやめなさいっていうのは、本当にそれは本当そうだと思います。この冗談みたいな例ですけど、言ってることは、まあ、でもそれ創作物全部に当たるような気がする。そうです、そうです。でもあれじゃないですか、カフカなんか死ぬまで出さなかったでしょ、まあ、今だから出さない想定で書いてるって人も、プルプルスカもすごい長い間ずっとやってたわけでしょ、うん、ゲームであれありえないわけです。あれ、うん、やっぱゲーム得意じゃないかね。確かに、そうですね、そういう意味では、うん、モナリザだってずっと守ってるわけでも、うん、なんだろう、そうね、人が一緒にやるものだからね、うん、なんかお笑いのネタとかの方に近いものなんですよね、ゲームって。その講座に書けないとわからないみたいなところがいますね。じゃあ、あと2つですね。フェデックスは君がお気に入りだろうけど、我々はそうでない、そのデザイナーは 1.5 センチほどの片木の板に貼り付けた複数のゲームボードの入った試作品を送ってきた。別のデザイナーは元はピーナッツの入っていた無駄に巨大な段ボールに小さな厚紙のカードを入れて送ってきた。いずれもピーナッツを取り除いた後はゲームを遊ぶには問題なかったが、どちらも我々にこいつは何を考えてるんだと言わしめた。います、うん、います、いますよね。よくアマゾンもやりますから ね、そう、無駄にでかい箱からやけにでかい箱で送ってくる。なんかもう、そう、箱がねでかいんですよね、いや、ないんだろうなと思うんですよ、うん、俺もテスト用のトークン揃えるのにダイソー行ってなかった時って本当に困るので、ボタンを一応買ったりはしてます。まだ使ったことないですけど、そうだけど、でかい箱を使うのはまあちょっとね、送られてくる側が困るよね。ね、本当ですよ、うん。で、最後、あるいは彼はさらに数千語を書いたかもしれない。ルールにメモをつけていた。ここにイラストがあれば分かりやすいでしょう。うんうん、で、スティーブ・ジャクソンの答えは、だからどうした、そんなことに興味はないんだよ。で、試作品はゲームのプレイに集中し、イラストやマーケティングに口出すべきではない。まあ、それはそうなんですよね、うん。でも、ここにイラストがあれば分かりやすいでしょうとは、まあ、いや、分からんではないですよ。分からんじゃないと思うんだけど。イラストを描いたらいいじゃないですか。まあ、チェックせずに追い込っちゃったんだなとしか思わないですよ。そうですね、うん、まあ、イラストはそうです、別に分かりやすいなら、まあ、載せとけばみたいな、まあ、そう思わんではないです、うん、描けばいいし、別に描けなければ描けないで、文字だけでも分かるようなルールにするっていうのは大事なことで、イラストつけるかどうかはある程度出版社が判別することかなっていう気はするんですよね、うんうん、横山さんのコメントは、スティーブ・ジャックさんは昔からこういうなんかこき下ろし芸みたいな文章よく書いてるよ。そうなんですね。なるほど、これはなんかすごくいい文章でしたね。大好き、これは大好きでした。はい、でもなんかいくつなのか、ただ当たりやすいけど、逆に。そうね。相当年だよ、このスティーブ・ジャクソンで。うちもひどいけど、ここまでのミスは多分。そう、いや、ここまではひどくないんですよ。じゃあこれはイギリスのスティーブ・ジャクソンが、アメリカ、スティーブ・ジャクソン、過去アメリカとか出てくるかアメリカの方は日本のウィキペディアみたいな。まあ、うん、確かにこんなひどいことはめったにやらないんですけど、ね、1953年生まれだから、まだ70前ですよ、69ぐらいですね。佐野さん何年ですか？1950年、うん、まだ同世代ですね、うん、そうね、確かに。さあ、じゃあ横山さんの、コメントも、フォーカスグループの話がちょっと広げなかった。はいはい、フォーカスグループは、アメリカのゲーム業界というよりアメリカのトイ業界のマーケティング手法かなという、だから、まあ、何でしょう、ハズブロはトイ業界の人たちなもんで、例えば
でちなみにあのシンプソンズで、はい、なんかそういうその、子供向けマーケティングのフォーカスグループファシリティみたいなのがなんかこう、まあ、シンプソンズのシンプソンズっぽい書き方でなんかそういう回があるんだそうです、うんうん、なんか YouTube でリンク貼られてますね。はい、小山さんのコメント以上です、はい、ありがとうございます。ということで、だいぶ長くというか、はい、まあ、でも一冊を引き伸ばして終わりましたね。はい、終わりました。なんかこう引用のページ数がだんだん進んでいくので、ああやってんだなっていう気持ちになりました。自分は何だろう、まあ自分が作る人なんでやっぱり読んでて楽しいというか、まあしんどいんですけど、読むのしんどいんですけど、まあ、関わりがあることなので、そうですね。なんというか、身になって読むというか、そうですね。そういう感じはありましたんで、はい。だからその分ちょっと話が話題がずれたり思い出が入っちゃったりすることもあって、それはまあされることもあったりして、ありました。いっぱいありましたね。だから、はい、そういうのはちょっと客観性に書いたりしてたところはあると思いますけど、ありがとうございました。